殺人犯の息子に生まれて。竹岡君、申し訳ないんだけど、今月いっぱいでの退職をお願いしたい。竹岡朝日は頭の中でリピートする言葉にため息をついた。最寄り駅から徒歩25分。6畳一間のワンルームマンション。部屋は綺麗にしているが、テレビもなく、小さな本棚にある、 20冊ほどの本と、キシムベッド。食事やその他をするために使うテーブルと、ボリュームをなくしたクッション。部屋にあるのはそれだけで、ゲームやパソコンもない。スマホは持っているが、ネットでニュース記事を見たりする以外、ほとんど使うことはない。連絡先に入っているものも、作業に入っている一人だけで、あとはすべて、これまで仕事して職場の連絡先。 くそ。先月末から働き始めたファミレスレッドの夜勤は、あと一週間ほどで、実質クビになる。店側の立場で考えれば、それは仕方ないことかもしれないとも思える。しかし、それでもやはり、悔しく、なぜ自分がこんな目にと、運命を呪いたくなるのも確かだった。日雇いの派遣に登録するか。 沈んでばかりいてもしょうがないと、スマホの派遣会社を探し、登録する日を予約すると、力尽きたように、そのままベッドに横になる。時刻は午前0時近いが、眠ることができず、体を横にして、何気なく本棚の本に目を向ける。経済的な余裕なら全くないが、自分のメンタルを何とか正常に保つために、唯一できることは、本を読んで学ぶことだった。 実際、本のおかげで、気持ちはかなり強く保てていると言える。だが、朝日がいくら学び、文句を言わず、他の従業員の倍以上働いても、世間は朝日が普通に仕事をすることを許さなかった。ブ、ー、ブ。ー。テーブルに置いたスマホが震えた。普通なら、こんな時間に誰からだろうと思うだろうが、 朝日に自主的に連絡を取ってくる人間は一人しかいない。朝日くん、遅い時間にごめんね。今度の仕事はどう来月も続けられそう。予想通り、相手は迫田直美だった。高校三年の時、ちょっと会って、それから六年の付き合いになる。別に恋人というわけでもない。ただ、 他の人間が全員朝日から離れて行ったり、牽引するようになっても、サコタだけはいまだに何かと連絡してくる。いや、残念ながら、今回もダメだった。だから、雇い派遣に登録しようと思う。まあ、なんとかなるだろう。とりあえずは。やっぱり、一ヶ月前のことは影響してるのかな。その変身に、 多分なと返すと、朝日は電気を消して、再びベッドに横になった。一ヶ月前のこと。確かにそれは、大きな出来事だったが、実際には今に始まったことではない。親父が死刑囚じゃ、やっぱりダメだよな。俺は何もしてないって言っても、世間は納得しないし、俺を怖がる。 仰向けに寝転がったままつぶやく。人と由来を認められない理不尽さに、人知れず、何度も涙を流したが、今はもう、その涙も枯れたのか、それとも、慣れてしまったのか、涙が溢れることはない。それをいいことと考えるか、悲しいと考えるかは自由だが、残念ながらどちらを選んでも、状況は良くならない。俺はこのまま、 まともに働くこともできず、歳をとっていくのかな。親父はもういないのに、親父の影響で何も許されないまま。朝日の境遇に同情してくれる人はいても、手を差し伸べてくれる人はいない。あコタもいずれ、誰かと結婚して、そうなれば連絡をしてこなくなるだろう。そうなっても、彼女を責める気はなかった。 彼女は悪くない。それは仕方ないと受け入れるしかないのだ。むしろ今も連絡をしてくれていることが感謝すべきことなのだろう。朝日の父親は朝日が高校2年生の時に殺人事件を起こした。朝日の父親、竹岡武氏は強盗の前科があり酒癖も悪い、いわゆる酔うと立ちが悪い男だった。 ある日、ケジが善科者であることを知っている男と、立ち飲み屋で偶然会い、犯罪者は帰れ、店が迷惑だと言われ、酒をかけられたことに激高し、持っていたナイフで男を刺して殺害。すぐに警察に逮捕され、裁判でも全く反省の色を見せず、殺害人数が一人で、善科者とはいえ、殺人を起こしたことはなかったのだが、死刑が確定した。そして、 父親が捕まった頃から、朝日の人生は一変した。それまでも、そモものの息子ということで、差別されることはあったが、まだ同情してくれる人はたくさんいた。お前は違うと言ってくれる友達も、教師もいた。だが、殺人事件が起こってから、一人、また一人と、朝日の周りから人がいなくなり、高校を卒業して、すぐに働き始めたものの、 朝日自身は何もしていないにもかかわらず、退職を促されたり、殺人犯の息子と陰で罵しられたり、まともに働くことはできなかった。やがて、事件の記憶が人々から薄れていくと、多少仕事はしやすくなり、続けられるようになったが、一ヶ月前に死刑が執行されたことにより、再び状況が悪化した。しばらくすれば、また状況は良くなるかもしれないが、 偶然にでも、それが会社側に知られれば、そこで終わりになることは目に見通り、いつ首にされるかわからない中で、ビクビクしながら働くことは、かなりのストレスになることもわかりきったことだった。やってらんねえよな。自分がいくら頑張っても変えられないものがある。父親を恨んでも変わらない現実。朝日は、 体を丸めるようにして布団に潜ると、安らぎを求めて、夢の中に逃げ込んだ。多分寝てしまったのだろう。迫田直美は、一時間返信がないのを見て、そう判断した。理不尽よね。あなたは何も悪くないのに。広くはないが、コンパクトに整理された部屋で、ベッドに腰掛けて、 膝を抱え、頬を膝の上に乗せたままつぶやく。腰のあたりまである長い黒髪が右腕を撫でる。朝日とは高校で同級生だったが、高校三年のあの日まで話したことはなかった。なんとなく怖いと思っていて、ナオミの方から避けていたのだった。それが変わったのが高校三年の二学期。夏休みが終わって、 新学期が始まってすぐ、まだ暑さが残る9月上旬だった。学校の帰り、友達とカフェでおしゃべりをして、家に帰る途中で、別の高校の男子生徒二人に声をかけられた。無視したが、デートしようと言って両サイドに立たれ、腕を掴まれ、無理やり連れて行かれそうになった時、通りがかった朝日が助けてくれたのだ。その時に初めて会話をした。 普通なら、それでいい関係になって、という展開になりそうだが、すでに父親が殺人犯として捕まっていた朝日のこと、お礼を言って、少しだけ会話をして、連絡先交換まではしたものの、いい関係にはならなかった。さらに、朝日に邪魔をされたと思った男子生徒は、殺人犯の息子に暴力を振るわれたこと、学校の教師や同級生に触れ回った。ろくでもない男だが、 人当たりはよく、教師からも信頼され、顔もイケメンな部類に入る生徒だったため、他の生徒、特に女生徒からの人気が高かったため、朝日悪者説はあっという間に広がってしまった。ナオミは、それは違うと言おうとしたが、器用な性格がわざわいして、また、親からも朝日とつながりを持つことを反対され、言い返すこともできず。 本当のことを言ってほしいと朝日に頼まれたときも、それに答えることができなかった。存在悪感からか、なんとか力になりたいと、今も連絡を取っているが、実際のところ、話を聞くくらいで、何も力に慣れていないことがもどかしかった。どうすればいいんだろう。朝日と連絡を取り合っていることを知っている友達には、会うたびに、もうやめたらと言われる。 ナオミの言っていることはわかるし、朝日自身も犯罪者でないことはわかったけど、世間のイメージが悪すぎる。このまま連絡を取り続けて、助けを求められても、何もできないだろうし、ナオミまで変な目で見られることになるからと。友達の言っていることも、ナオミはわかっていた。不愉快な話ではあるが、それは事実でもあり。友達は真剣にナオミのことを心配してくれていることも、 理解していた。だが、朝日に出会い、その後の彼の行動や、頑張りを見てきたナオミは、朝日がどれほど苦労し、傷つき、それでも負けずに、自分の人生を変えようとしているかを知っていた。そう思うと、どうしてもさよならという気にはなれなかった。力になりたい。どうすればいいのか、答えはまだ出ないが、思いは変わらない。 思うだけでは何も変わらないことは分かっているが、考え続ける。おやすみ、アさヒ君。ん。なおみはそうつぶやくと、ベッドに入って目を閉じた。ちく、しょう。あさは、家にある数少ないものであるテーブルを、壊れる勢いで叩きつけそうになるのを、必死でこらえた。ファミレスの仕事が終わるまで、 あと二日。派遣会社に登録し、翌月から仕事を紹介してくれることになっていたが、今日になって派遣会社から連絡があった。電話に出た時の担当者の声の調子から、なんとなく嫌な予感がして、いや、気のせいだと打ち消したものの、残念なことに、その予感は的中した。仕事は紹介できるが、結構限られてしまうから、希望したような、 週に5とか6出勤は難しいと思う、とのことだった。今は仕事がたくさんあるから、たくさん入ってもらえるのは助かると言っていたのに、なぜそうなったのかと聞いてみたが、担当者が電話の向こうでもごもご言うだけで、はっきりとしたことは言わなかった。これ以上聞いても無駄だと、途中で諦めたが、おそらくは、登録が終わった後に、死刑囚の、しかも、 一週間前に死刑が執行された殺人犯の息子だと分かり、そんな人間を取引先に派遣するのは問題があると判断したのだろう。そういうことを気にしないような会社、職場になら派遣できるが、それほど多くはないと。犯罪者は俺じゃないんだぞ。なんで父親が殺人犯として逮捕された頃から、仕方がないことだと何度も自分に言い聞かせたが、 普通に生活することも許されないほどに追い詰められると、なぜ自分がこんな扱いを受けなければならないのか、そう感じずにはいられない。そして、現実問題として、生活が困窮している。貯金もほとんどないし、生活保護を受けたいと思っても、働けない理由がそれでは、許可が下りるのか、正直期待はできない。あいつの親父、殺人犯らしいよ。マジかよ。 近づくのやめようぜ。あいつもいつか人を殺すんだろうな。俺、犯罪の本で読んだことあるもん。犯罪者って、ほとんど遺伝で決まるらしいぜ。ごめん。あなたと付き合うのはダメだって。親が。これまで、何度も言われてきたこと。そしておそらく、これからも言われ続ける。本棚にある本の中には、 自分次第で人生は変わる。なぜなら。と書かれている本もある。だが、自分はそれに当てはまらない、かつ少ない人間の一人で、どうあがいても何ともならないと思えて、虚しくなる。くそ。うつむき、フローリングの床を見つめながらつぶやく。そうなると、頭の中には、関係のないネガティブが、次々と浮かび始める。 朝日は、自分の朝日という名前が嫌いだった。殺人事件を起こしてからはさらに、その思いが強くなった。人を明るく照らすような、優しい人になってほしいという思いを込めて、母親がつけてくれた名前だが、その母親は、朝日が高校を卒業して2ヶ月後に自殺。ショックは大きく、自分の名前が母を追い詰めたのではないかと、こじつけのような思いも浮かび、 犯罪者の息子の名前が朝日って何の冗談だと思ったりもした。実際、それが理由で学校でからかわれたこともある。犯罪者の息子は犯罪者か。うつむいたままフローリングの上を人差し指でホコリを取るように這わせる。このままでは普通に生活もできない。どうせ、父親は犯罪者、それも人殺し。だったら、 俺が犯罪者になっても、誰も驚かない。やっぱりなと思うだけだ。これまでずっと、父親を反面教師として、絶対にあんな奴と同じにはならない。俺は違うんだと証明すると、そう思ってきた。そうすることで、周囲の見方も変わると思ったから。だが、そうはならなかった。犯罪者の息子、殺人犯の息子。どこへ行ってもそうだった。 高校の時、父親が大企業の条役で、いくら頑張っても、〇〇さんの息子と言われる、自分という個人が評価してもらえないと言っていた奴がいた。名前は確か、成沢。しかし、成沢の場合は、それこそ自分の努力次第で、父親を超えたと思わせることだってできる。だが、俺にはそれができない。どの角度から物を見ていっても、自分の人生が、 どんなに頑張ってもどうにもならないものだと、真っ暗闇の中から抜け出すことはできないのだと、同じ結論になってしまう。だったらもう。朝日は、ゆっくりと顔を上げると、小さな本棚に置かれた、小さな置き時計を見た。もう10年近く使っている、中学2年の時、母親が誕生日プレゼントでくれたものだ。23時15分、時計の針は、 これからでは遅いし、ただの思いつきでやってもうまくいくはずがない。明日はみだし、ゆっくり考えて決めよう。朝になれば、冷静になって、考えが変わるかもしれないし。今日は寝よう。広く疲れを感じる。それが精神的なものであることは、考えるまでもなかった。酔っているかのような、おぼつかない足取りで洗面台まで行くと、目を半分閉じながら歯を磨き、 磨き終わると、部屋の電気を消して、そのままベッドに入って、残り半分の目を閉じた。翌日、目を覚ますと、9時過ぎだった。十分寝たずだが、体が重い。十キロの鬼でもつけているのではないかと思うような、重量のある体を何とか起こすと、顔を洗い、歯を磨き、テーブルの上に紙とペンを置いた。朝になったら冷静になって、 考えが変わるかとも思ったが、冷静になったところで、状況は好転しないことを知っている朝日の脳は、もはや昨日の夜の判断を変える気はないようだった。ひったくりをする。思うだけじゃなく、テーブルに置いた紙にそう書いた。最初は強盗という言葉が頭に浮かんだが、それだと、凶器を用意しなければならない。そんなものを持ち歩いていて、もし警察に見つかったら、何もしないうちに詰まって終わる。 ひったくりなら、相手と場所さえ選べばできるだろう。厳密に計画を立てようかとも思ったが、結局出てきたものは大したものではなかった。あとはやってみればいい。失敗して捕まったら、それでもいい。うまくいっても、きっといずれ捕まる。それでいい。誰も心配する人間など。ふと、佐藤直美のことが浮かび、 スマホを手に取ったが、そのまますぐにテーブルに置き直した。サコタは気を使いすぎる。高校の時に助けたことに、まだ恩を感じているなら、ひったくりをしたとなれば、そんな恩を気にする必要などないと思うだろう。それに、もしあれを恩に感じていたとしても、もうとっくに返してもらっている。これまでずっと気にかけてくれた。それで十分だった。よし。 20時、朝日は覚悟を決めると、家を出た。ターゲットは、金を持っていそうな男。女の年寄りは避けたい。男なら、罪悪化も最低限で済むはず。家の最寄り駅から、上り方面に二駅行くと、歓楽街がある。駅に着くと、少し歩いてターゲットを探す。サラリーマン風の男はたくさんいるし、酔っ払っているのもいる。酔っ払いなら、 やりやすいかもしれないが、金は持っていそうにない。この辺りじゃ無理か。朝日は場所を変えることにして、高い店もあるあたりまで歩いた。この辺りなら、違和感のないように、できるだけ自然に、周囲を見ながら歩いていると、日の男は身についた。その男は一人で、手には、高そうな革のバッグを持っている。ネクタイはしていないが、スーツ姿で、 サイズも、おそらくはオーダーメイドであろう。ぴったりと合っており、左腕の手首には、高そうな時計が見える。靴も、夜だからでも見にくいが、かなり磨かれた靴に見える。よし。朝日は周囲を見回し、三回深呼吸をした。それでも心臓の鼓動は早いままだったが、覚悟を決めて、男の方に向かって走った。後ろから一気に仕掛き、 男のバッグを奪って逃げる。が、男は走ってくる気配に気づいたらしく、振り向こうとした。朝日はそのまま近づき、バックに手をかけたが、男は反射的にバックを強く引き、走る勢いとバックの引く逆方向の力のせいで、バランスを崩し、さらには男に足を引っ掛けられて、その場に倒れた。つ<っ>、<laughs> すぐに起き上がろうとしたが、男の革靴が目の前に現れ、 周囲も少しざわついている。終わった。朝日の脳裏に、その言葉がよぎった。途端に力が抜け、その場から動く気力がなくなった。立てるか。男は声をかけてきた。ああ、大丈夫だ。彼はどうやら、急いでいて、私の横を走り抜けようとしたところで、私の足に引っかかって倒れてしまったらしい。 心配は無用だ。周囲に集まってきた数人に対して、男はそう言った。革靴しか見えないから、どんな顔をしてそれを言っているのかわからないが、とにかく、男はことを大きくするつもりはないらしい。集まってきた数人の気配が消えると、朝日はゆっくりと立ち上がった。怪我はしていないみたいだな。立ち上がった朝日の顔を見ながら、 男は落ち着いた口調へ言った。どうしてんどうしてあんなこと俺は、あんたの。私は、話を大ごとにするつもりはない。結果だけ見れば、何も問題は起こっていないと言えるからな。それよりも、君がしようとしたこと、その目的を達成するためには、私のような人間ではなく、 もって相手がいただろう。なぜ私を選んだそんなこと、あんたには関係ないだろう。うん。まあ確かにな。しかし、こうして失っ張ったんだ。金が欲しいなら、他の方法でいくらでもあるはずだ。少し冷静になって、考えてみた方がいい。あんたに何がわかるんだよ。君の気持ちがわかるとは言っていない。ただ、 選択肢は他にもあると、そう言っただけだ。ここまで自分を追い詰めてしまう前に、誰かに相談できなかったのか。相談した結果、手助けを断られたとし、何もよりはいい。これ以外の方法を思いつくきっかけになることもある。もう一度、よく考えてみてもいいかもしれないな。朝日は、その言葉に、 言葉を返すことができず、格子を握りしめながらうつむくと、足早にその場を去った。一体これは何だ失敗したばかりか、妙な同情までかけられて、選択肢は他にあるだと。普通ならそうなんだろう。でも俺にはそれがない。自分が望んでも、世間はそれを許してくれない。いかになのか、悲しさなのか、悔しさなのか、よくわからない。 ご邪魔ぜの感情が頭と心を支配し、家に帰り着いてもそれは消えなかった。くそ。くそ。なぜこんなことをした。他に選択肢がなかった。生きるためであって、働くのが嫌でやったわけではない。必死に自分を擁護するが、歪んでくるのは怖いと、強い罪悪,悪感。さらには、あの男にかけられた同情が、 さらに朝日を惨めな気持ちにした。警察を呼んでくれた方が、その方がすっきりした。楽になれた。あの男は相談と言っていたが、一体誰に相談すればいいというのだ。相談できる相手がいるなら、助けを求められる相手がいるなら、助けてくれる人がいるなら、苦労はしない。そんなものは何もないから、俺は。相談できる相手といえば、迫田直美ぐらい。 スマホを取り、サボとのチャットを開こうとしたが、疲れているせいか、ブラウザのアイコンに触れてしまい、検索サイトのトップページが表示された。相談、か。相談というと、友達や家族と思っていたが、今の時代、俺の相談でも。悩み相談などを対応しているところを探してみることにした。誰かに話すことができれば、気分も変わるかもしれない。 それが、今自分が抱えている問題の解決に役立つのかは分からないが、これまではある。30分ほど、いろいろと見ていると、気になるサイトがあった。被災者の支援や、出所した善科者の,の支援を行っているらしい。自分が疑問にもおったが、父親が人を殺したことで、人生が壊せたということで言うなら、自分もそれに該当するだろうと、 無理やり解釈し、メールしてみることにした。ふぅ。とい出思わず息が漏れた。今できることはこれぐらい。そう思うと、少し気持ち、寝よう。泥のように眠った翌朝、起きてスマホを見ると、知らないアドレスからメールが来ていた。メールだろう。まだ半分寝ているせいか、自分が昨夜のことが思い出せない。 もしかして、記憶をたどり、手の担当者からだった。受信日時は、今日の2時4分。メール本文には、早く連絡した方返信をくれたのは、長倉はずきという女性で、ぜひ一度会って話がしたいという。会うかどうか、朝日は躊躇したが、それはいつものことで、傷が一つ増えるだけのこと、気にすることじゃない。 よし。自分を納得させると、朝日はぜひお会いしたいと返信した。すると、十時ぐらいにもう一度返信が来て、その日のうちに会うことになった。午後二時。自宅も入れ駅から電車で二十分ほどの諸原上町駅で降り、東口を出てすぐのところにあるドボールコーヒーに向かった。勢い、会うことにしたが、 警戒心が消えたわけではなかった。もともと疑り深い朝日のこと、いくらそういった組織に属しているとは言っても、それだけで信用するほどお人よではない。人の弱みにつけ込もうとする人間は、たくさんいる。誰も信用できず、しかし救いを求めている。その、今の自分のような人間が、一番危ないのだ。自宅の本棚にある、わざかりの本で読んだ、 数少ない知識の一つを思い出しながら、ドゴールコーヒーの自動ドアを通って、店内に入る。レジが混んでいるので、先に女性を確認するために、奥へ進んだ。白いロングスカートに、青いシャツ。長い髪を後ろにまとめて、メガネをかけた女性。言われた通りのファッションの女性が、窓際の一番端の席に座っている。あの、 おそらくこの人だろうと、朝日は少し引きずったような笑いで、喉の奥から絞り出すように言った。はい。窓側にコーヒーを置き、文庫サイズの本を読んでいたその女性は、朝日の声に反応して顔を上げた。上半分だけ縁がある、深緑のメガネの影は、とても優しい眼差しを向けてきた。あ、えっと。控えめに言っても、美人の部類に入ろう。 口格はナチュラルに上がり、その目を見ているだけで、ドキドキしてくる。もしかして、アサヒさんですかアサヒが名乗る前に、その女性は言った。はい、そうです。こんにちは。あの、座って、今コーヒー買ってきますので。あ、でも、いいんですよ。何にしますかあ、すみません。 じゃあ、えっと、ブレンドコーヒーを。わかりました。あ、席に座って待っててくださいね。そう言うと、女性はすたすたとレジに歩いて行ってしまった。言われた通り、朝日は椅子に、女性が戻ってくるのを待った。あの女性が、メールでやり取りをしていた、中倉という人だろうか。メールは柔らかい感じだったが、実物はもっと、 地味な雰囲気かと思っていた。いや、今日見た彼女が派手な雰囲気だと思ったわけではない。それに、彼女は長倉という人ではなく、別の女性かもしれない。お待たせしました。テーブルに置かれた、カウンセリングの実際という文庫本のタイトルを見つめたまま、そんなことを考えていると、女性がコーヒーの入ったカップを持って戻ってきた。 いつの間にか混んでますね。レジの前に、ちょっとした渋滞ができてました。女性はそう言うと、コーヒーは先の前に置き、自分は向かい側の読みかけの文庫本が置かれた席に座った。はじめまして。私は、差別撲滅支援団体、シャリテの、長倉葉月と言います。よろしくお願いします。言いながら、長倉は名称を差し出した。 シンプルなデザインの名刺には、名前とメールアドレス、電話番号、シャリテの URL が書かれていて、右上にロゴが印刷されている。あ、どうも。来てくださって、ありがとうございます。あ、いえ、こちらこそ。お時間作っていただいて。最初は、シャリテの方に来ていただこうかと思ったんですけど、ちょっとわかりづらい場所にあるので、 迷ったら大変かなと思って、ここにしました。そうだったんですね。それでその、メールでご連絡いただいた件ですけど。はい。すいません。あまり大きな声では話せないですが。まあ、それは大丈夫ですよ。そのことについて、ここで何をかも話してくださいとか、そんなことは言いませんから。えっと、ご相談としては、 朝日さん自身に向けられている偏見を払拭したい、ということですよね。ええ。自分がどんなに頑張ろうとしても、その機会さえ与えられない状態なので、それを何とかしたいと。でも、俺は何というか、同じような境遇の人が、どうやって対処しているのか、それを知れるだけでもいいかなとも思ったんですが。もちろん、心の持ち方とか、考え方とか、 対処法はいろいろあります。ですが、朝日さんの場合、明日の生活にも関わる状況ですし、おとぼりが冷めるまで待っていられないと思います。それに、今だからこそ、外にアピールした方がいいです。一人では難しいことですが、私どもがサポートしますので。ありがとうございます。あの、でもその、ん何かご質問があれば、何でも。 い,いえ、その、そんなサポートをしてもらっても、俺はその、依頼するようなお金は。ああ、それはご心配には及びません。私どもは、そういったサポートをすることで利益を上げるような団体ではなく、アサシさんのような境遇の方をサポートして、世の中を良くしていくことが目的ですから。シャリテは、寄付金や国からの支援を受けて活動していて、私もほとんど、 シャリテでの活動については、お金は受け取っていないんです。だからここで働きながら、普通にお給料をもらえる仕事をしているんですよ。そうだったんですか。はい。だから安心してください。わかりました。あさひさん。これまで、本当に辛い思いをされてきたんでしょうね。え急にごめんなさい。でも私、 これまでもたくさんの朝日さんのように苦しんでいる方を見てきました。朝日さんと全く同じというわけではないですが、似た境遇の人や、自らの過ちを食いて人生をやり直そうとしている方。皆さん、何とか状況を変えようと頑張っても、世間はそれを許してくれない。そうなると、頑張ろうという気も失せて、また過ちを犯してしまう。各いう私も、 子供の頃身内にそういうものがいまして、それを理由にいじめられたりもしました。だから、シャリテがしているような活動に関わろうと思ったんですけど、朝日さんはきっと、私の何倍も苦しんで、今もまだ苦しみ続けている。自分ではどうにもならない状況の中で。でも、もうその苦しみは終わりにして、人生を取り戻しましょう。もう、 朝日さんは一人ではないですから。涙をこらえるように話す長倉に、朝日は自分の心が少しずつ溶けほぐされていくのを感じた。これまで自分の苦しみにこんな風に寄り添ってくれる人はいなかった。さことは励ましてくれたり、優しさをくれたりもしたが、長倉のそれは外から何か言うわけではなく、朝日が持つ苦しみに寄り添って、 一緒に苦しみを感じ、共感し、共に解決していこうという、そんな温かさに満ちていた。ありがとうございます。そんな風に言ってもらえたのは、初めてです。その後、朝日は長くだと一時間ほど話し、次回はシャリティに行って、今後どうしていくかを具体的に話していくということになった。これで人生が変わる。自宅の燃えれ駅に向かう電車の中で、 ドアのそばに立ち、外を眺めながら、朝日はそう感じた。どうすることもできないと思っていた。どれだけ頑張っても変えられない。結局は自分も、父親と同じような人生を歩むしかないと。だが、長倉はそうではないと言ってくれた。励ましではなく、そうなるように一緒に戦うと。一人で考えていたとしたら、きっと今も自分の境遇を呪うだけで、 状況は何も変わっていなかっただろう。あの時、あの男は言った言葉がなければ。ひったくりをしようとしたことは、決して褒められたものではないが、それが自分を変えるきっかけになったのも確かで、そう考えると不思議な気がした。今日は久しぶりによく眠れる気がする。電車の窓から差し込むオレンジ色の光を見ながら、 朝日は少しだけ口元を緩めた。まだほんの少しだが見え始めた希望が真っ暗だった未来に明かりを灯すのを感じながら。この男、こないだの。白沢智弘はネットメディアに出ていたある男の写真に目を留めた。一週間ほど前、 ひったくりをしようとしてきたあの男。名前は、竹岡朝日。ついこの間、殺人罪で死刑が執行された、竹岡武氏の息子らしい。なるほど。それでか。記事はインタビュー形式で、心の問題を専門とする専門家らしい女性が、竹岡朝日に質問し、話を聞いていく、という流れになっている。 記事は4ページほどあるが、要約するとこういうことだ。父親が死刑囚ということで、これまでたくさんの差別を受けてきた。自分自身は何もしていないのに、普通に生活することも、仕事をすることさえ許されない。そうなれば当然、生活も困窮することになる。犯罪者の子供というだけで、子供まで犯罪者のように見られるが、その差別こそが、 新たな犯罪者を生むことになる。だから差別はやめてほしい。まあ、わからなくはないな。そうつぶやくと、白沢は次の注文をしようと、軽く左手を上げた。鈍い光を放つ、シルバーの重い腕時計は、21時を指している。今日の仕事を終え、行きつけのバーで一人、ゆったりと酒を楽しむ。 白沢にとってそれは、心地いいルーティンの一つだった。どうぞ。ありがとう。チェイサーと共に出された、バーボンウイスキーに手を伸ばす。そういえば、竹岡朝日と会った時も、あれを会ったと言っていいのかわからないが、今ぐらいの時間だった。広く思い詰めた顔はしていたが、ひったくりなど、安っぽい犯罪をするような男には見えず、 なぜあんなことをしたのか気になっていたが、この記事で理由は分かった。おそらくは生活に困窮し、やむを得ずやったのだろう。だが、なぜ突然こんな記事が出たのだろう。あれからまだ2週間も経っていない。ひったくりに失敗し、支援団体に助けを求めたのだろうか。犯罪被害者や遺族のメンタルケア、生活の支援。 親が犯罪者という理由で本人も犯罪者のように見られる子供。犯罪を犯し出所して人生をやり直そうとしている善科者の支援など、世の中には様々な支援団体がある。凶悪犯罪を犯した人間など、そもそもやり直しをする権利などないと、白沢は思っていたが、軽犯罪と呼ばれるものでも、その後の人生をやり直すチャンスが得られない人間もいるのも、事実ではあった。 もっとも、まっとに生きている人間が多い中で、自ら過ちを犯して善科者になったのだから、やむを得ないとも言えるが。しかし、もし竹岡朝日が支援団体に助けを求めたら、それはもっと目立たない形で行われるのが普通だ。なぜ顔まで出して、こんな記事を。どうしたんですか、白沢さん。難しい顔して。 右手に持ったグラスを見つめながら、そんなことを考えていると、バーのマスター、吉村が声をかけてきた。吉村は、高校を卒業してすぐに、バーの世界に飛び込み、10年ほど、いろいろなバーや飲食店で経験を積み、19年前に、バー、テネリタスを開店した。口の周りに、白さの混じった髭を生やし、 どんな時もぶれない、穏やかな口調で話す。その安心感は、男女問わず癒される、吉村の強みと言っていい。いや、ちょっと気になることがあってね。仕事のことですかいや、仕事以外のことだよ。なるほど。ってことは、女でもないよ。はは、先に言われちゃいましたね。 まだ、その気にならない。まあ、そうだね。これっていう女性に出会えれば、その時は。いや、まあそんな話はいいさ。それより、小腹が空いたから、何か作ってほしいな。そうですね。じゃあ、つまみの盛り合わせでもいかがですうん、頼みます。承知しました。お酒は 料理のタイミングでお代わりよ。かしこまりました。ヨジメルがキッチンに消えると、白沢はスマホに視線を戻した。このインタビュー企画をしたのが誰なのか、なぜ竹岡朝日は急にこんな活動を始めたのか。先ほどの疑問を頭の中に戻し、まずは記事の企画元を調べてみることにした。シャリテ、善科のある人間を支援している非営利団体。 しばらく調べてみると、シャリティの名前に行き当たった。竹岡朝日は、善科のある人間ではないようだが、状況としては似ているとも言えなくはない。シャリティのウェブサイトには、ーキを終えて出てきた人への差別はやめよう、やり直しの機会を提供しよう、といったことが書かれていて、更新履歴のトップには、竹岡朝日の記事がリンクがあり、サイドバーには、特集記事のバナーも貼ってある。 どうやら死刑囚の息子だという珍しい境遇の男を大々的に取り上げるらしい。他にも女性差別をなくそうといった言葉が行々しく踊っている記事もある。差別をなくして住みやすい日本へ女性差別と戦う。なるほど。一見すると間違っていないが記事の中身はだいぶ偏ってるな。 これじゃ男性差別だろ。調べてみるか。ん何か言いました白沢の前に料理の皿を置きながら、吉村が言った。一人ごとだよ。料理ありがとう、吉村さん。はい、ごゆっくり。ウイスキーの6個三杯と、つまみの盛り合わせを胃袋に収めると、白沢は店を出て、タクシーを呼んで家に向かった。 別に気にする必要もないのかもしれない。ひったくりをしようとした殺人犯の息子。確かに変わった境遇だが、だからと言って。少し調べれば納得できるだろう。気にしないと思っても、そう思うほど気になってしまうのが人間である。それに、シャリテのことも気になる。白沢はスマホを取り出してメッセージを送ると、 明日のスケジュールを確認してから、目を閉じた。朝日がネットの記事になっていることに驚いたのは、白沢だけではなかった。湯船に浸かり、仕事の疲れを癒していたサコタナオミは、友人からのチャットに驚き、一瞬立ち上がった。あの竹岡朝日って人、ネットの記事に出てるよ。友人からのチャットには、そう書かれていた。 一瞬、まさかという最悪のシナリオが頭をよぎったが、メッセージと一緒に貼られていたリンクを、おそろおそろクリックすると、予想していたものとは違っていた。違っていたが、それはまた、別の意味で驚きだった。朝日くん。最後に連絡したのは一週間ほど前。かなり思い詰めたような感じだったため、心配していたが、インタビュー記事と一緒に載っている、 朝日の顔写真を見る限り、どうやら落ち込みから立ち直っていたらしい。しかしナオミは、この記事のことについて、朝日が自分に連絡をくれなかったことに、少なかだでショックを受けた。これまでずっと連絡を取り合ってきたから、信頼してくれていると、そう思っていた。だが朝日は、記事が出る前に連絡をくれるどころか、記事が出た後になっても、 連絡をくれる気配がない。しかし考えてみれば、自分は恋人でも家族でもない。連絡をくれなくても当然かもしれない。そんな風に考えてみたものの、やはりショックは消えず、湯船に浸かったまま、しばらく呆然としていた。だが、この記事がきっかけになって、朝日の人生が好転すれば、それより素晴らしいことはない。そしてそれは、 なおみ自身も望んでいたこと。なのになぜか、心にぽっかりと穴が開いたような、奇妙な感覚がつきまとう。スマホを手に取り、朝ヒとのチャットを開いたが、結局は何も送らずに、テーブルの上に置いた。言いようのない寂しさに、なおみは思わず顔を歪ませたが、もうすべては遅すぎる気がした。このまま、朝日が有名になれば、 もう会うことも、連絡をすることもなくなっていくだろう。そうなれば、彼は私のことなどを忘れていく。朝日くん、つびやきとともに、涙が頬を伝う。この涙がどこから来たのか分かっていても、心は諦めの気持ちで支配されつつあった。自分の気持ちを伝えても、きっと朝日は受け入れなかっただろう。 それでも、伝えておきたかった。ナオミはその夜、眠ることができず、泣き続けた。朝日は、二度目のシャルテに来ていた。シャルテが入っているビルは、最寄り駅から徒歩20分ほどのところにある。地区20年のビルの3階であり、古びたビルの外見とは違い、フロア全体が映画で見る。 セラピストの部屋のような雰囲気で、来た人間が落ち着いて話せる環境を重視しているのがわかる。朝日の初回のインタビュー記事は、2週間ほど前に、刑が執行されたばかりの死刑囚の息子が、顔を晒して覚悟の訴えということで、かなり反響があった。それを受けて、今日はまた、別の記事に掲載するインタビューをすることになっており、すでにメイクを済ませ、写真を何枚か撮影していた。 あと5分ぐらいで始まりますけど、準備はいいですか応接室のソファーに座り、インタビューの開始を待っていると、長倉はずきが優しい笑顔で言った。ねえ、まだ緊張しますけど、大丈夫です。これからもっと取材とか増えてくると思いますし、テレビに出演することも考えられるので、今のうちに慣れておいてくださいね。テレビ ええ。記事の反響が大きくなれば、その可能性は高いです。今日はまた、雑誌の記事だから、年寄る言葉に詰まったりしても、なんとかなりますけど、テレビで、生放送だったりしたら、多少はともかく、喋れなくなってしまったりしたらまずいですからね。まあ、そうですよね。プレッシャーです。大丈夫ですよ。慣れますから。 不安はあったが、長倉の笑顔を見ていると大丈夫だと思えてくる自分がいる。おそらく、このまま雑誌にインタビューが掲載され、テレビにも出るようなことになれば、いろんな意味で注目が集まるだろう。これまで朝日を受けてきたような、殺人犯の息子は何か言っているという反応と、差別はいけないという二つの反応は予想されるが、それは人生の大きな変化を意味する。 人生を変えたいと思っていたが、それは普通に仕事をして、普通に生活ができるようになりたいという、一般の人にとっては、ごく当たり前の生活というような、そういう思いがあっただけだったが、ここまで劇的な変化を望んでいたわけではない。だが、変わるなら何でもいい。何もしていないのに、人に後ろ指を刺される。そんな生活には戻りたくない。 お疲れ様でした。インタビューが無事に終わり、ほっとしていると、長倉が冷たいお茶を持ってきて、朝日の前に差し出した。ありがとうございます。あとは、どんな記事になるかですね。まだ二回目だけど、すごく落ち着いてて、いい感じでしたよ。記事については、彼はこれまでも、何度も私たちの記事を書いてくれてるし、信用して大丈夫。 それより、記事が出た後、もっとメディアへの露出が増えるでしょうから、そのためのロールプレイングをしておきましょう。雑誌のインタビューが午前中にあり、ランチを挟んで午後からは、テレビ出演に備えたロールプレイングが行われ、喋ってお出る頃には、16時を回っていた。慣れないことばかりで、かなり疲れを感じていたが、朝日は、久しぶりの充実感を覚えていた。 こんなに気持ちよく一日を過ごせたのは何年ぶりだろう。いや。心しい風を感じながら歩き、諸間な上町の駅に着いたところで突然声をかけられた。あんたは。声をかけてきたのは朝日がひったくりを失敗したあの男だった。あの時と同じようにスーツを着て、 か画かに磨かれた靴を履き、鈍く光る、高級そうなシルバーの腕時計をしている。肌にツヤがあり、まだ若そうに見えるが、その落ち着いた雰囲気は、朝日と同世代。20代前半から仲間の男を持っているようなものではなく、いろいろな経験を積み、さらにそれを血肉に変えてきたであろう、大人の男のそれだった。何か 他の人の邪魔にならないように、切符売り場の横にある空いているスペースに移動すると、朝日は言った。そんなに警戒しなくていい。別に、君を訴えようってわけじゃない。ネットの記事を見て、ちょっと気になってね。それで、わざわざ俺のことを調べて、駅で待ち伏せしてたってわけですか。待ち伏せとはちょっと違うが、 まあいい。私は君に、中国に来たんだ。中国ああ。君を支援している、シャルテという団体だが、気をつけた方がいい。気をつけるって、何をシャルテは、確かに表向きは、君のような境遇の人間を助け、普通の人生を送れるようにするために、支援する団体だが、 過激な主張を繰り返している団体でもある。過激な主張って差別をなくすことは私も反対はしない。いや、私だけじゃなく差別をなくすと言って大っぴらに反対できる人間は少ないだろう。だがシャルテのそれは、行き過ぎているところがある。行き過ぎてるって、例えばどんな 差別は良くないと言って逆に差別をするというようなことだ。以前、こんなことがあった。ある女性が職場で管理職になれないのは上司に差別意識があるからだと騒ぎ、それがネット上でちょっとした話題になったことがあった。新聞やテレビでも話題になって差別意識があると言われた上司の男はまるで犯罪でも犯したかのように責められた。 だが実際には、その男の上司は、過去に女性の管理職をしたこともあるし、その時の人事も性別ではなく、それまでの目に見える成績や周囲の評価も合わせて出した、真っ当な人事だった。後にそれが判明しても、新聞とテレビは事実を無視して騒いで立つ騒ぎ、シャルテはその女性を擁護し、ウェブサイト上にインタビュー記事まで載せた。そうやって、 女性は職場で差別を受けているという事実に反することを広げ続けた。つまり、自分たちの都合よく使えれば事実なんかどうでもいい。そういう連中なんだ、奴らは。君は今、差別と戦う英雄のような扱いを受けているだろうが、シャルテのやることはいつも政治的な匂いが付きまとう。女性差別と騒いだ時も、 政権に女性の閣僚が少ないという方向にこじつけていた。できることなら、でも、彼らは俺の話を聞いてくれましたよ。他の人間は誰も、話を聞こうともせず、親がそうだからと言った目で俺を見て、中には、犯罪者の子供は犯罪者になるって、遺伝で決まるって言った奴もいた。 俺のインタビュー記事が出てから、ネット上でもいろいろ言われているのは知っています。俺に同情する声もあれば、仕方ないとか、同情を買って、テレビに出て稼ごうとしているという奴もいれば、犯罪者野郎とか、誹謗中傷みたいな奴もいる。あなたの言っていることが事実だとしても、誹謗中傷してくるクズよりマシです。それに、彼らが俺を救ってくれたのも事実ですから、 なるほど。確かに、君が思い詰めているとき、彼らが君に救いの手を差し伸べたのも、事実なんだろう。今の君は、あの時より顔色もいいし、あやい雰囲気も消えている。シャルテが、本気で君を支援しようとしているなら、それでいい。だが、利用しているだけだとしたら、価値がないと思った瞬間に、彼らは君をあっさりと捨てる。 気をつけることだ。邪魔したな。君が人生を取り戻せるように願っている。一応名刺を渡しておこう。名前もわからないままじゃ気持ち悪いだろうからな。男はそう言うと朝日に名刺を差し出した。名刺には株式会社クリオシタス代表取締役白沢智弘と書いてある。 代表取締役。あんた、社長だったのか従業員8人ほどの小さな会社だよ。じゃあ、忠告はしたぞ。白沢はそう言うと、改札には入らず、そのまま駅の反対側の出口に向かって歩いて行ってしまった。さっきまで充実した気分だったものが、今はどこか、冷めた気持ちになっていた。 中国だって。何を偉そうに。行ったくれをしようとしたことは、確かに自分が悪い。警察に言わないでいてくれたことも、今はありがたいと思っている。だが、あんな偉そうなことを言われる筋合いはない。とはいえ、あの白沢という男も、適当なことを言っているわけではないようだ。帰りの電車の中で、シャルテについていろいろ調べてみたところ、 確かに、白沢が言っていたようなこともあった。白沢はもっと深いところまで知っているようだったが、ネットで調べただけでも、検索の仕方によっては、いろいろと出てくる。それに、白沢は話しながら、一度たりとも差別的な発言や態度をしなかった。真剣に、朝日のことを心配しているように思えた。そんなことをしたところで、自分には何の利益もないだろうに、 言ったくりをしようとした男をわざわざ探して気をつけろと言いに来た。そう考えると白沢の言葉を無視するのもどこか申し訳ない気もした。だが少なくとも現状、シャルテに頼る以外に自分の人生を好転させる方法はない。朝日はそう自分を納得させると翌日からの精力的に活動した。 二回目の記事もかなり反響があり、別のネットメディアにも呼ばれ、ついにはテレビ出演の話も来た。やりましたね、朝日さん。これで、より多くの人に現状を知ってもらいます。テレビに出たら、今度は公演の依頼とかも来るでしょうから、喋り方も少し練習しておいた方がいいかもしれません。ネット番組への出演が終わり、帰る途中の電車で、長倉が言った。 公園ですか俺がそうですよ。世の中には差別で苦しんでいる人が他にもたくさんいます。朝日さんはその人たちにとって希望なんです。希望俺がそうですよ。思いがけない言葉に朝日は激しく瞬きした。いくら頑張っても絶望しかなかった。希望をどうとしても、 お前が希望を持つことは許されない。ずっとそんな空気感の中で過ごしてきた。そんな状況に耐えきれず、だったらと開き直り犯罪に走った。未遂で終わったが、もう終わりだと思った。そんな自分が、ある種の人々にとっては、希望だと思われている。そのあまりの変化に、頭も心もついていけず、ふわふわしている感じだったが、これは夢ではない。 現実なのだ。じゃあ私はここで。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。いつもの優しい笑顔で言って、電車を降りていく長倉を見て、朝日は思わず、呼び止めようかと思ったが、言葉を飲んだ。彼女は、仕事として優しくしているだけで、それはいわば、飲み屋で働いている女性のようなものだ。 プライベートでどうこう思っているわけではない。その証拠に、中倉はいつも優しいが、話すのは決まって、活動に関すること。それ以外の会話は、流れの中で多少話すことはあっても、プライベートの興味を持っているようなことは言ってこない。久しぶりに、酒でも飲みに行こうかな。ふと思い立ち、自宅燃えれ駅の二駅前の、 駅前に飲み屋が多い場所で降りた。適当に店を選び、食べたいものを頼み、酒も久しぶりに本気で酔っ払うほど飲んだ。インタビューやネット番組のギャラのおかげで、こんな食事もできて、酒も飲める。普通に仕事をするチャンスすらもらえなかった朝日にとって、今日の食事と酒は、一年に一度のご馳走とすら思えた。ふぅ。 二十二時過ぎ、いい気分で店を出たが、久しぶりに飲んだせいか、足元がおぼつかない。少し休むか。近くにある小さな公園に入り、ベンチに腰掛ける。眠っ。まずいな、これは。記憶があるのは、そこまでだった。慣れないインタビューは、話し仕事による疲れと、 久しぶりの酒のせいで、朝日は、その場で眠りに落ちた。まああんなものだろう。駅で朝日と会った後、車で自宅に向かいながら、白浅は先ほどの会話を思い出していた。忠告などと偉そうなことを言ったが、もし彼が自分の人生を変えることができるなら、それでいいのかもしれない。シャルテが問題や組織だということは確かだが、 彼が自分ではどうしようもない状況から抜け出し、もしシャルテのフォローがなくなっても、おそらくは他に、手助けをしようとする人間が出てくるだろう。余計なお世話だったかもな。白沢はそうつぶやき、少し口元を緩めると、ラジオを消して、オーディオブックに切り替えると、家までの30分の学びに集中した。 <laughs> 朝日は冷たい土の感覚に目を覚ました。いつの間にか寝てしまい、しかもベンチから落ちて地面で寝てしまったらしい。頭がガンガンする。いや、グワングワンと言った方がより正確だろうか。大きなハンマーで頭を殴られて脳が頭蓋骨の中で揺れ続けているような、そんな気がしてくる。 立ち上がるどころか、上半身を起こすのも面倒だが、このままここで寝ているわけにもいかない。ん重い体を何とか起こそうと、右腕に力を入れた瞬間、自分が何かを持っていることに気づいた。なんだ。何か持ってきちまったか。しかし次の瞬間、それを認識した瞬間、朝日は文字通り、 血の毛がさーっと引いていくのを感じた。右手に逃げられているのはナイフだった。しかも、刃の部分にはベッドルと血がついている。さらに、今自分がいる場所は寝てしまったベンチの下なのではなく、公園の奥の木々が生い茂っている場所で、2メートルほど先に街灯の明かりが見える。なんだこれなんで わけがわからず、ナイフを投げ捨て、一気に立ち上がって周囲を見ると、街灯から二、三メートル離れたところで、男が仰向けに倒れていた。おい、あんた、大丈夫かうっ暗くてよく見えず、近づいてみると、男の左胸のあたりが、大量の血で染まっている。なんだよ、これ。 知らない男が血を流して死んでいる。そして自分の右手には血のついたナイフが握られていた。さらに悪いことに公園のベンチに寝てしまったのを覚えているが、さっき目を覚ますまでの記憶は一切ない。犯罪者の子供は犯罪者になる。遺伝で決まっているんだ。朝日の頭に 高校生の時に同級生の一人から言われた言葉がよぎった。犯罪者の子供は犯罪者。殺人犯の子供は、殺人犯。だから俺も、無意識にこの男いや、そんなはずはない。そもそも、俺はナイフだと思っていなかった。酔ってはいたが、公園のベンチに寝てしまっただけで、この見知らぬ男と口論になったり、こんなことになる理由はない。 落ち着け。何か妙だ。俺が殺しをする理由はない。キャー突然聞こえた女性の悲鳴に、驚いて振り向くと、カップルらしい二人がいた。悲鳴を上げた女性の方は、驚いて倒れそうになっており、それを男の方が支えている。あ、いや、これは違うんだ。必死に弁解しようとするが、 自分でも状況が理解できないため、うまく言葉が出てこない。カップルの方も体が震えて動けないのか、その場で固まったまま、朝日の方を凝視して動こうとしない。意識したわけではなかった。だが気づいた時には朝日はその場から走り出していた。自分がやっていないなら逃げるのは帰って変で、逃げることこそ犯人の証明だと、 後になって考えればわかるが、その時は、カップルが自分を見る、恐ろしいものを見るような目に、どうしても耐えることができなかった。殺人犯の息子は殺人犯。運命からは逃れられない。殺人犯の息子として生まれてきた以上、こうなることは避けられなかったのか。いくらでもなく走ち続ける中で、そんな言葉ばかりが浮かんでくる。うまくいくはずだった。 人生は確実に、いい方向に変わり始めていた。それなのに。もう、何を信じればいいのかわからない。周囲の差別的な目線にさらされながら、なんとか状況を変えようと頑張ってきて、それでもどうにもならず、ようやくうまくいき始めたと思った矢先、こんなことになるなんて。息が切れて、 思わず立ち止まる。よく見ると、手だけではなく、服にも血がついている。当然、そんな状態のまま逃げ続けることはできず、男の死体を発見してから一時間もしないうちに、朝日は警察に連行された。俺ではないと、小さく何度も繰り返す以外、抵抗することもなく。もっと声を大にして、違うと言いたかったが、それ以上声が出なかった。 これまで自分は絶対に父親のようにはならない。そう思っていた。その自分に対するわずかな信頼さえ消えかけていた。もう何も信じられない。自分さえも。パトカーに乗せられ、連行される途中、朝日は抜け殻のような表情で窓の外を見ていた。夜の街が瞳のレンズを通過するが、それは、 どこが遠くのことのように思えた。現実はどこにあるのか。朝日にはもう、わからなかった。そんな。サ田の海は、通勤電車の中で見ていた、ネットニュースの記事に、言葉を失った。それは、昨日発生した殺人事件の記事で、見出しを見たときは、 割と近くで起こった事件なので、怖いなと思っただけだったが、その内容を見た瞬間に、言葉をなくした。江ノ本町二丁目公園に男の遺体、差別是正を訴えていた男が容疑者として連行。見出しには名前は書いていなかったが、本文には、竹岡和崎の名前が書かれていた。昨夜二十二時過ぎ、江ノ本町二丁目公園で、 男の遺体が発見され、現場から逃げて、警察に連行されたのが朝日だという。そんなはずないよ。朝日君が殺人なんて。思わず声に出してしまい、近くにいた人が、なんだと言った目に直みを見て、顔が熱くなったが、うつむいてごまかした。この記事が出ると、ネット上ではあっという間に様々な意見が飛び交った。 ここ2週間ほどの間に、朝日は顔をさらしてインタビューを受け、ネットの情報番組にも出演。差別と戦う殺人犯の息子という、インパクトのある存在は、ネット上ではそれなりに広く知られていたため、その男が、よりによって殺人事件の容疑者として捕まったとなれば、話題性は十分だった。どうしよう。どうすれば。少し考えた後、 ナオミは電車を降りて、会社に今日は休むと連絡を入れると、朝日が捕まっているという、篠山警察署に向かった。警察署の周囲には、メディア関係者らしい人間がいて、カメラを持った人も何人かいた。あの、ナオミは、一般の訪問者を装って警察署に入ると、受付の女性に声をかけた。はい。 どうされましたかえっと、この記事の容疑者として捕まった人、私の友人なんです。言いながら、ナオミは先ほど見た記事を表示したまま、女性玄関にスマホの画面を見せた。彼は、殺人なんでする人じゃありません。私は昔、彼に助けられたことあるし、父親がどうでも、彼はそんなこと、 落ち着いてください。事件について何かご存知なんですかい,いえ、事件については何も知りません。でも、彼のことは知っています。だから、担当の刑事に連絡を取ってみますので、お待ちください。受付の女性は、困ったような顔で受話器を上げ、誰かと話している。ふと視線を感じて周囲を見ると、 ナオミが彼の友人ですと言ったことが、近くにいたメディア関係者の耳に入ったらしく、何人かの人間がナオミの方を見ていた。こちらへどうぞ。受付の女性警官は、それを察したのか、受話器を置くと、ナオミを連れて、一般人は入れない部屋に行き、そこで待つように言った。すると、入れ替わりで刑事らしい男が入ってきた。こんにちは。 どうも。あの、まあ、落ち着いて。私は、担当刑事の丸山と言います。容疑者の、ご友人だとか。そうです。なるほど。しかし、今容疑者と会わせるわけにはいきません。まだ、本人から話を聞いている最中ですし。失礼ながら、あなたがご友人だという証拠もない。彼に聞いてください。 私、迫田直美です。わかりました、迫田直美さん。それであなたは、何をしにここに来たんですか何って。彼は、朝日ヒ君は殺人なんてしません。何かの間違いです。それを言いにここまで。はい。もう一度、ちゃんと調べてください。あなたに言われるまでもなく、ちゃんと調べていますよ。 そして、ご友人であるあなたが、彼は犯人ではないと言っても、それを決めるのは、客観的な事実や本人の自供です。残念ですが、お一人ください。そんな、お願いです。ちゃんと話を聞いてください。何か事件について知っているわけでもないんでしょう。それとも、何か思い当たることでも。い,いえ、それは、 でも私は、であれば、お引き取りください。お気持ちはわかりますが、あなたが彼と親しかったとして、だからそんなことはありえないというのは、操作をする上で参考にならないことなんですよ。丸山はそう言うと、部屋のドアを開けて、ナオミに外に出るように促した。なんとか食い下がりたかったが、それ以上言葉が出ず、 苦みしを噛みつぶすような表情のまま、ナオミは部屋の外に出た。受付を通って、警察署の書道に出ようとすると、ミレア関係者に声をかけられそうになり、早足でその場を去った。なんとか朝日の無罪を証明したいと思ったが、行くあてはない。とりあえず駅に向かって歩きながら、朝日のスマホにメッセージを送ってみたが、当然と言うべきか、返信はなかった。 そうだ。朝日がネットメディアに出ることになった、それをお膳立てした人たちなら、力になってくれるかもしれない。ナオミは朝日のインタビュー記事を検索し、記事の掲載元に連絡し、事情を話し、協力を仰ぐことにした。向こうは、殺身の容疑者の友人が連絡してきたとあれば、面白がって話を聞いてくれるかもしれない。あまり好ましいやり方ではないと思ったが、 今はそんなことはどうでもよかった。朝着に助けてもらったあの日から、なんとか彼の力になりたいと思っていたが、これまでそれができずにいた。今、この時以上に、助けが必要なことはきっとない。だったら、なんだってやる。ナオミは、自分でも驚くほどの行動力で、動き出した。釈放 留置所の壁に寄りかかり、うつむいていた朝日は、刑事の言葉で釣られるように顔を上げた。そうだ。だが、まだ容疑者から完全に外れたわけじゃない。俺はお前が怪しいと思っているし、証拠は必ず見つけるぞ。証拠不十分だから、釈放ってことですかこれ以上は、捜査に関わることだから話せん。 その顔、だいぶ憔悴しているな。もう少しで自悪させられたものを。取り調べも担当した、丸山という刑事の顔は、あからさまにイライラしていた。それを隠す気もないらしく、一緒にいる刑事は、何とも言えない表情をしている。俺はやってませんよ。犯人は全員そう言うんだ。俺はやってない。私は知らないってな。 確かに今のところ、お前が犯人だと言い切れる証拠はない。だが、状況を見れば犯人である可能性が最も高い。それを忘れるな。捕まった時に持っていたものを返却され、朝日は留置場を出たが、これからどうすればいいのかわからなかった。スマホには、何件か着信が入っている。と言っても、さこと直美からの一件を除いて、すべて長倉で、 ルズ電にもメッセージが入っていた。悪いことしたな。ひとまず、どこから少し休みたい。電話をしなければ。朝日は、漫画喫茶を探すと、利用時間2時間で個室に入った。はぁ、あ。体も心も疲れている。拘束されていたのは2日間だったが、やってはいない刷新について、尋問されるのは、 10分でもきつかった。それが2日も続いたのだ。疲れて当然。あ。安心したのか、あやうく眠りそうになり、コーヒーを買って一気に飲み干した。電話しなきゃな。コールバックで、長倉に電話をすると、2コール目で繋がった。もしもし、長倉さんですか 朝日さん。よかった。電話できるようになったんですね。はい。証拠不十分で、釈放されまして。そう。よかったわ。一度会って話できる。ええ、もちろんです。じゃあ、明日の午前十時に、最初に会ったカフェに来て。わかりました。なんとなく、長倉の声が、 今まで聞いたこともないような冷たい感じに聞こえたが、状況が状況だけに、落ち着きを取り戻せずにいるのかもしれない。朝日はそう解釈すると、スマホのアラームをセットして少し目を閉じ、目覚めるとそのまま自宅に向かった。ただいま。誰とはなくつぶやく。三日ぶりに帰ってきた家は、ずいぶんと懐かしく感じた。たった三日。 家に帰っていなかったのはたった二日。にもかかわらず、一ヶ月以上帰っていなかったような、そんな時間の流れを感じた。はぁ、あ。倒れ込むようにベッドに横たわる。殺人の容疑者から外れたのは良かったが、そもそも、なぜこんなことになったのだろう。俺はやっていない。あの丸山という刑事にも言ったし、自分でもずっとそう思い続けた。 しかし、思い出してみれば、確かに疑われても仕方ない状況だった。だが、殺人などしていないと断言できる。ということは、誰かが俺を貶めようとして何かした可能性がある。一体誰がインタビュー記事が出たことで誰かに不都合が生じたのだろうか差別がなくなることを望んでいない誰かダメだ。 考えてみるものの、それ以上頭が働かず、シャワーを浴びようかと思ったが、体を起こすのも面倒になり、そのまま眠気に身を任せ、夢の世界へ落ちた。翌日目が覚めると、時計は四時二十分を指していた。シャワーを浴びてから準備をしても、十分に間に合う。あ十分に間に合うと思った瞬間、また眠りに落ちたらしく、 次に時計を見ると、時計は17時40分あたりを指していた。まだ眠かったが、朝日はゆっくりと体を起こすと、半分閉じた目のまま、浴室まで歩き、少し厚めのお湯でシャワーを浴びた。熱いお湯で、体が目覚めていくのがわかる。だが、疲れがとれ、冷静になった頭で考えてみても、昨日の夜に考えたことの答えは出なかった。 長倉と話せば何か見えてくるかもしれない。何より彼女と話したい。シャワーから出ると髪を乾かし出かける準備をして9時過ぎには家を出た。まだ来てないか。9時50分ぐらいに待ち合わせのカフェに入ったが長倉はまだ来ていなかった。少し寂しさを感じたがカフェラテを注文し、 最初に会った時に中倉が座っていた席に座り、スマホをテーブルの上に置いた。お待たせしました。スマホで時間を何度も確認しながら待っていると、十時少し過ぎたところで、聞きたかった声が聞こえたが、顔を上げると、喜びと安堵で見せていたはずの朝日の顔は、一瞬で困惑と警戒の表情に変わった。こんにちは朝日さん。私、 シャルデで長倉と一緒に活動してます。えなみと言います。長倉の虎に立っている、えなみと名乗ったその男は、虎の席から椅子を一つ持ってくると、朝日の斜め前に座った。口元は笑っているが、目が細く、蛇のような無機質な表情をしている。どうも。えなみの虎に座った長倉も、明らかに今までと雰囲気が違っていた。 あの、柔らかく、優しい雰囲気を持った長倉はそこにはおらず、機械的な、色で言えば、以前がパステル系のオレンジだったとすれば、今は黒に近い青といった感じだった。大変でしたね、朝日さん。証拠不十分とおっしゃっていましたが、もう完全に容疑は晴れたんですか担当の刑事は、まだ疑っているようで。 必ず証拠をつかむと降ろされましたが、俺はやっていないので。そうですか。それならいいですが。でも、これからという時に妙なことになったものですね。そのことで気になることがあるんですが。何でしょう。俺には、あんな事件を起こす動機もないし、身に覚えもありません。 これについては断言できます。でも、なぜか俺は、自分が疑われるような状況の中にいた。それは、俺の活動が、誰かに対して都合が悪かったり、気にならなかったりで、その誰かが俺を犯罪者に仕立て上げるために、ああいう場面を作り出したんじゃないかって思うんです。誰かって、誰ですかそれはわかりませんが。 何ですか長倉さん。俺、何かおかしなことああ、それは私から話そう。江波さん。いいか、浅木さん。我々はあんたが、あんた自身は何もしていないのに、ひどい差別を受けている、その状況から救いたいと思って、リスクを負って、あんたを手助けしていた。だがあんたは、我々が懸念していた通り、 犯罪を。それも殺人事件を起こしてしまった。まああんたの言う通り、実際には犯人は別にいるのかもしれない。でもね、そこはあまり問題ではないのだよ。不当な差別を受けている、そういうことは正すべきだと、インタビュー記事やネット番組で語ってきた男が、殺人事件の容疑者として捕まったことが問題なんだ。それが記事になってしまった以上、もう誰も君のことを信じない。 残念ながら、こうなってしまった以上、我々もこれ以上、あんたをバックアップできない。え、そんな、そんな顔をされてもね、まったく困ったことをしてくれた。だって、俺はやってないですし、あなたたちは、それをわかっていてくれたんじゃないんですか俺はそんなことをするような人間じゃないって。 だから俺を助けようと思ってくれたんじゃ。それに、懸念していたって、何の話ですか一体何を懸念していたとわからないか遺伝だよ、遺伝。遺伝人間の性格の50%は生まれつきのもので、残り50%は環境などに左右されるというが、犯罪者も同じように、遺伝によって、 犯罪を起こす可能性が高い者がいるんだ。それが、俺だと。確認を取らなくてもわかるだろう。そういうことだよ。そして、その懸念が現実のものになってしまったわけだ。だから、俺は違うって。大きな声を出すのはやめるんだ。目立つのは、あんたも本意ではないだろう。朝日さん。ま、 とにかくそういうことだ。長倉は、あんたはそんなことをしないと言っていたし、実際証拠不十分で釈放されたってことは、犯人は別にいるのかもしれない。だがさっきも言った通り、問題はそこじゃない。容疑をかけられ逮捕された。それだけで十分なんだ。我々の活動にとってはね。じゃあ、これっきりってことですか残念ではあるがそうなる。 では、我々は失礼する。電話で断ってもよかったがまあ、短い間だったが、一緒にやってきた中。だから、来てもらう形にはあったが、話し合いの場を設けた。話し合いって、一方的に断っただけじゃないですか。もっと俺の話を。話は終わりだ、朝日さん。行くぞ、長倉。 えなみが立ち上がると、長倉はうつむいたまま立ち上がり、意識していないと聞こえないほど小さな声で、残念ですと言って、店を出て行った。人に残された朝日は、カペラテの入ったカップを見つめながら、何も考えられずに呆然としていた。これっきり。どう頑張っても報われない、偏見で見られる状況から脱したと思った矢先、殺人の容疑者として捕まり、 新しい人生への道は断たれた。元に戻ったとも言えるが、買われた記事がネット上に出ていることに加え、殺人の容疑をかけられたことは、ただ差別されていた頃よりも悪い。どうしようもない。それ以外の言葉が浮かんでこない。もう一層のこと、自分がやったと言って、警察に捕まった方が、まともな生活ができるのではないかとさえ思えてくる。 朝日はカフェを出ると、ふらふらと街を歩いた。街行く人、すべてが幸せそうに見える。未見にしを寄せて歩くサラリーマンさえ、幸せそうに思えてくる。おそらく、仕事で悩みがあったり、嫌なことがあったのだろうが、今の朝日にとっては、そういうことで悩めることさえ、羨ましいことだった。どこか遠くに、知らない土地に行きたい。 ネットで顔が出てしまった以上、どこに行っても、誰かが自分を知っているということにはなりそうだが、知っている土地の中にいると、余計に視線を感じる。道行く人の邪魔にならないように、目に入って銀行に入ると、銀行が提供しているサービスについて書かれた冊子があるあたりに行き、財布の中身を確認した。3万か。インタビューとネット番組の視線量が入ってるから、 銀行にはある程度あるけど、生活のことを考えると。このままでは仕事も見つからない。生活保護でも申請すればいいのだろうが、でも、殺人事件の容疑者が申請したところで。あ。ふと、財布の中に入っていた名刺を見つけた。白沢智弘。以前、駅で接触してきた、 朝日がひったくりをしようとした男の名刺。あの時白沢は、シャルテはいずれ、用済みになったら切り捨てると言っていたが、まさにそうなったことに気づき、朝日は苦笑いした。いや、用済みとは少し違うかもしれないが、切り捨てられたのは確か。相談してみようか。白沢の忠告を断っておいて、今更連絡などしたところで、 あまりに虫が良すぎるかもしれない。だが、今も他に、頼れるものがない。今更なんだと言われたら、それまでの話。朝日は銀行から出ると、道の端に立って、名刺に書かれた番号に電話をかけた。江ノ本省二丁目公園の男性殺害事件。容疑者は証拠不十分で釈放。 警察は引き続き捜査。自宅のリビングでネット記事を見ながら、白沢は紅茶を口に運んだ。釈放されたのか。白沢は第一報を見たとき、朝日が犯人であることに疑いを持った。ひったくりをしてきたときも、あのとき会って話をしたときもそうだが、あの竹岡朝日という男は、人を殺すような人間ではない。ましてや、 よって口論になり、刃物で刺すなど、まずありえない。そう考えると、妙な気がしてくる。朝日がインタビュー記事などで、反響を得るようになり、このまま行けば、テレビに出るんじゃないかと思われた矢先、不自然な形で、殺人事件の容疑者になる。陰謀だなどと言うつもりはない。だが、妙なのは確かだ。ああ。 飲んでしまったんだったな。紅茶のカップを手に取り、中身が入っていないことに気づくと、ソファーから立ち上がってキッチンに向かった。しかし、もし誰かに殺人のスケーフボードにされたとしても、誰が、一体何のために。テーブルの上に,に置いたスマホが鳴り、白沢は紅茶をそのままにして、電話に出るために、一旦リミングに戻った。 誰だもしもし。あ、あの、白沢さんの携帯電話でいいでしょうかそうですが。もしかして、君は竹岡朝日君かそうです。どうしたんだ釈放されたという記事は読んだが。ええ。それで、シャルデの人たちから留守電が入ってて、さっき会ってきたんですが。 彼らはなんと、もう、これっきりだと。つまり、もうインタビュー記事を出したり、ネット番組に出るようなバックアップはしないと。そうです。それで、白山さ,さんのことを思い出して、今更何を言っているんだと思われるのかもしれない。そう思ったんですが、他に頼れるところがなくて。事件のことは、 私も気にしていた。これから話せるかなもちろんです。今どこにいる今は、以前白沢さんに声をかけられた駅の近くです。わかった。じゃあ、30分後に駅の西口にあるバスのロータリーのところに来てほしい。車で行く。ベゼルという車で、色はブルーメダリックだ。 青いベゼレという車ですね。わかりました。変に開き直って犯罪に走らずに電話してきたことに、白沢は少しコッとしていた。状況的に考えて、自暴自棄になってもおかしくはない。ふと、思い出したくない記憶がフラッシュバックする。同時に、いかにも湧いてくる。あの手の連中は、昔から変わらない。 組織が変わっても、やっていることは変わらないのだ。白沢は、気持ちを落ち着けるために、ゆっくりと呼吸をすると、スーツをかけているハンガーラックから、ベージュのスーツを手に取ると、素早く着替えて家を出た。白沢に会って、どうすればいいだろう。指定された駅の西口に向かい、階段を降りながら朝日は思った。 白沢には、朝日を助ける義理はない。それどころか、白沢からすれば、朝日はひったくり犯なのだ。ロータリーの端にあったベンチに座っていると、胸ポケットに入れているスマホが震えた。はい、もしもし。ついたが、今どこにいるベンチに座ってます。えっと、あ、わかりました。今行きます。 朝日が電話を繋いだまま車に近づくと、白沢が車を置いて、朝日の方を見ながら、運転席側から手を挙げた。すみません。突然電話してしまって。いや、いいさ。むしろ、連絡遅れてほっとしている。外で話してもいいが、君に気づく人間もいるかもしれない。そうなると面倒だから、うちに行こう。 白沢さんの家にですかああ。何か問題があるかない,いえ、そんなことないです。ただ、一応俺は、殺人事件の容疑者です。白沢さんには、ひったくりをしようとしたことも。それなのに、家にって。君は殺人などしない。私はそう思っている。どうして そんな風に信じてくれるんですか俺は、誰も俺のこと。私にも、君と同じような経験があるんだよ。シャルテのような連中に、利用された過去がね。え今はとにかく、家に向かおう。昼飯は食べたかあ、いえ、食べてません。じゃあ、帰りに何か買っていくか。 いや、今デリバリーを頼めば、家に着く頃に届くかもしれないな。悪いが、電話してくれるか、アザヒ君白沢はそう言うと、自分のスマホをアザヒに渡した。デリバリーのサイトに繋がっている、好きなものを注文していい。えあ、はい。あの、白沢さんは嫌いなものとかは特にない。 わかりました。朝日は、検索結果の上の方に出てきたものの中から選び、手早く注文を終えると、信号で止まったのを見計らって、白沢にスマホを返した。何を注文したんだ弁当屋で、ランチメニューのやつを。そうか。ありがとう。あ、いえ、こちらこそ。 白沢の家に着くまでの30分ほど、会話のほとんどは、白沢が朝日に質問する形で、そのほとんどは、いわゆる世間話で、事件についてのことや、シャルテとどうなったという詳細な話は、全く聞かれなかった。しかしその中で、白沢のことが少しわかってきた。白沢は、コンサルティング会社の経営者で、以前言っていた通り、 白沢と八人の社員で仕事を回している。年齢は四十一歳で、若い頃は一時、いわゆる裏社会にいたこともあったらしいが、今はそういった世界とは一切関わりを持たず、真っ当な会社経営者として生活している。結婚はしておらず、一年ほど前に付き合っていた女性と別れて以来、恋人も作っていないらしい。ついだぞ。白沢の家は、 郊外に立つ20階建てのマンションの20階で、間取り的には 3LDK だが、それぞれの部屋が広く、特にリビングは何十人も集めてパーティーをしても余裕があるぐらいの広さで、キッチンは海外ドラマなどで見たことがあるセパレートタイプのキッチンで、朝日にとっては別次元の場所に思えた。朝日は自分の家とのあまりの違いに圧倒されたが、 なんとなく平静を装って、促されるままにソファーに座った。さて、対面に座ると、白沢が口を開いた。念のため聞くが、君はあの殺人事件には何の関わりもない。ということで間違いはないな。ええ、もちろんです。となると、誰かが殺人事件を起こし、君をスケープゴードにしたことになる。 わざわざ君が殺人犯だと思われるような、そういう状態を作り出したわけだからね。ただ、誰が何のためにそんなことをするのか、それがわからない。しかしそこを解明しなければ、君の状況が良くなることはないだろう。殺人犯として捕まらなかったとしても、それは確実な証拠がないだけで、おそらくはやったのは竹岡朝日。やっぱり殺人犯の息子だから、 という論調は残ってしまうだろうからな。俺は何もしてないのに。そうだとしても、そういう噂が流れてしまえば不利になる。それに君はもう、その他大勢の一般人とは違う。顔を出して、君のような立場に置かれた人への差別をやめるようにと、差別是正を訴えた、シンボルのような存在なんだ。君自身はあまり気にしていないか、 気づいていなかったかもしれないが、君を支持する人間も多数いた。だが、今回の殺人事件騒ぎで、それも変わりつつある。やはり犯罪者の息子だったと騒ぐ人間もいる。状況を逆転させるためには、君自身が真相を明らかにする戦いを覚悟しなきゃいけない。シャルテと一緒にやっていたように。いや、ちょっと違う。 連中は君を担ぎ上げて自分たちの声を大きくしようとしただけだ。連中はそうやって表向きや差別をなくそうという風にしているが、実際のところは自分たちが差別するのはいいが、自分たちと合わない意見に対しては差別だとはレッテルを張り、声を出させないようにする。俺はいいけどお前はダメというスタンスだ。女性の人権を守ると言いながら、 男性側の意見を一切聞かないとか、極端なんだ。さらに悪いのは、本当は弱者の味方でも何でもないことだ。例えば、ある女性がセクハラで苦しんでいたとする、連中がその女性に手を差し伸べたとしても、それは利用できるからで、本当はその女性がセクハラを受けていようが何だろうが、どうでもいい。それが連中の本音だ。じゃあ、 俺のことも、最初から。そうだろうな。君は死刑囚の息子で、これまで散々偏見に苦しめられてきた。でも君はそれに屈せずに頑張ってきた。そして、死刑囚だった父親の刑が執行されたばかり。話題性はかなり強い。シャルティの連絡は君からしたと聞いたが、もし君が連絡をしなかったとしても、 おそらく向こうから接触してきただろう。ふっ、ふっふっ。どうしただって、笑ってしまうでしょ。俺、白沢さんにひったくりしたとき、すごい追い詰められてて、生活もやばくて、もうどうしようもない。どうせ犯罪者だと思われているし、だったら本当にそうなってやるって、そんな風に思ってやったんですけど。 失敗して、いや、失敗したのはいいんです。それでよかったと思ってます。でもそれで、本当に後悔して、自分のしたことに、わらに結すがる思いで、シャルテにメールしたんですよ。そしたら、すごい真摯に話を聞いてくれて、気持ちを理解してくれて、そんなの初めてだったし、気持ち的にもズタボれだったから、嬉しくて。 初めて担当の人、長くらって女の人に会った時も、優しく笑いかけてくれて、この人いいなとか、そんなことまで考えて、でも全部、俺を利用するためのことだったんですね。それが連中のやり方だからな。ま、考えてみれば、そんなうまい話あるわけもないですよね。俺みたいな人間はどんなに頑張っても、 世間は受け入れてくれない。努力すれば報われる。報われるまで努力する。普通の人にとってはそうなんでしょうけど、俺には当てはまらない。そうとも限らない。え確かに君の境遇は不幸だ。君の言っていることも間違っているとは言えない。だが同時に君は、この状況を利用するという選択肢も持っている。 この状況を利用何の話ですか理由はわからないが、君は何者かに殺人の罪を着せられた。釈放されたとはいえ、警察はまだ君を疑っている。だが、もし君が犯人ではないことが証明できれば、君の境遇を利用して、罪を着せようとした人間が明らかになるし、殺人事件の解決に貢献できる。その時、思い込め偏見で、 君が犯人だと思っていた連中は、自分のことを恥じるだろう。そうなれば、一気に立場を逆転し、君は本当の意味で、偏見で人を見ることの危険性を証明することができる。もしそうなれば、状況を変えられる。人生そのものの状況も。そうだ。だがそのためには覚悟がいる。君自身に。 自分の汚名を晴らすために行動する覚悟があるか。君にその気持ちがあるなら、私は君に手を貸す。どうしてん前にも聞きましたけど、どうして俺のために、そこまで私は子供の頃、両親と妹を家に押し入った強盗に殺された。え 大きなショックを受けて、どうすればいいのか分からなかったとき、何と言ったか、団体の名前を忘れたが、シャルでみたいな連中が来てな。新聞記者に紛れて声をかけてきた。支援したいと言ってな。子供の私には何のことだか分からなかったが、その頃、祖父と祖母はまだ生きていたから、俺に近寄らないように言ってくれた。でもそいつらも、メディアも、 報道のために手段は選ばず、祖父たちが何を言っても無視してな。近所にも迷惑をかけて散々だった。それだけじゃない。祖父と祖母は、合同殺人犯を死刑にするように訴えたが、そいつらは死刑反対だの。加害者にもやり直す権利があるだの。騒ぎ立てて。馬鹿な弁護士と裁判官のおかげで、そいつは死刑にならず、無期懲役になった。 その判決が確定した後、祖父は気力を失ってしまったようで、一ヶ月も経たないうちに亡くなった。祖母も、祖父が亡くなってから二ヶ月して、亡くなった。その後、私は高校を中退し、必死に働いた。一時裏社会にいたこともある。まあそんなこともあって、私はシャルゼみたいな連中が嫌いなんだ。君の手助けをするのは、 自分自身のためでもある。勝手だと思うかもしれないけどね。いいえ。自分のためでもあるって、正直に言ってくれて、むしろすっきりしました。やりましょう。そう言ってくれて嬉しいよ。あ、そうだ。ちょっと電話してもいいですか電話ああ、構わないよ。じゃあ私は、コーヒーでも入れてこよう。 シ沢ラサが立ち上がってキッチンに向かうと、アサヒは電話帳に入っている唯一の連絡先を出して、コールボタンをタップした。ブー、ブー。アサヒが釈放されたらしい記事を読んでいたナオミは、突然スマホが震えたことに驚き、脅しそうになった。アサヒ画面には、アサヒの名前と電話番号が表示されている。 警察署に行った日、直美はシャルテに連絡を取っていたが、話を聞いてもらうことができず、朝日からの連絡もなく、もやもやした日々を送っていたから、突然の予想外の連絡に、視線が泳ぎ、鼓動が早くなる。<laughs> もしもし。もしもし。俺、朝日。うん。 次の言葉を発しようとしたが、気持ちが溢れて、言葉に詰まった。大丈夫かうん、大丈夫。ただ、嬉しくて。ごめん、心配かけて。連絡もくれてたのに、返しもしないで。いいのあ、ネットニュース見たよ。釈放されたって出てたけど。 もう大丈夫なのひとまずは。ただ、まだ本当の犯人が捕まったわけじゃないし、担当の刑事は俺のことを疑ってる。だから、俺は自分で真相を解明することにした。ある人に協力してもらってたけど。とにかく、おめえは必ず晴らす。そしたら、飯でも食べに行こう。ああ、もちろん、さことの気持ちもあるし、無理にとは言わないけど。 行くに決まってるでしょありがとう。その後5分ほど話して、ナオミは電話を切った。今は詳しいことは言えないと言っていたが、とにかく川崎は自分に着せられたお命を自分で話すつもりだし。私にも何か、できることは。もう一度、あのシャルテという団体に連絡を取ってみようか。釈放された今なら、 話を聞いてくれるかもしれない。今日は仕事は休みにしたし、これからでも。そこまで考えると、ナオミはスマホの通話履歴を確認し、通話ボタンをタップした。知らずは今後のことを話した朝日は、自分はメディアに出て、少しでも世間の注目を集めようと、テレビ、新聞、週刊誌問わず、アプローチをかけた。結果、 数多くのメディアが取り上げた朝日の話は、実際に証拠不十分に釈放されていることと、誰かが朝日に罪を着せようとしたという陰謀論をめいたことが重なって、ネット上でも話題となった。相変わらず、死刑囚の息子は偉そうにとか、朝日こそ、誰か架空の人物に罪を着せようとしているとか、そういったネガティブな反応も見られたが、対岸は証拠不十分ということを理解し、フラットな目で見ている意見だった。 あなたを貶めた人は、誰だと思いますか朝丸テレビのコメンテーター、飯田の棒が、馬鹿にしたような口調で言った。飯田は、この番組の出演歴が長く、他にレギュラーを持っていないが、あれで自分が仕切っている番組かのように振る舞う。ネット上でも、姿勢のないコメントしかしないこの男が、なぜレギュラーなのか、いつも疑問が呈されている。誰か という具体的な人物層は、まだわかりません。ですが、事件の現場は不自然でした。そして、僕はやっておらず、実際、証拠不十分で釈放されています。その事実を考えれば、誰かがジョークをスケープゴードにしようとしたことは、疑いようのないことだと思います。ふん。結局誰が君に罪をなすりつけようとしたか、わからんのじゃないか。 批判を受けるのを覚悟で言うがね、スケープコートなど現場が不正なのというのは、君の思い込みで、なんとか自分が犯人ではないと思わせるために、テレビに真似出てそんなことを言っているんじゃないのかね。私にはそう見えるね。先ほどお話しした通り、警察も証拠不十分という決定を下しており、その後、何度かやりとりがあったが、話は平行線のまま、他のコメンテーターも、 面倒だと思ったのか、ほとんど話に入ってこず、もやもやしたまま、番組は終了した。歯の老害。何度も同じことばっかり嫌がって。二十二時過ぎ、番組が終わり、テレビ局を出た瞬間、思わず悪態が口から出た。ずいぶんイラついてるようね、アザヒさん。人影のない地下駐車場の中、 聞き覚えのある声がして振り返ると、そこにはシャルテの長倉と江波がいた。長倉さん。生放送を見てたわ。私たちの名前は出していなかったけど、自分は利用されただけでって、案に言っているように聞こえたけど、聞き間違いかしら。あなたたちが俺を利用して、俺とは別の目的で動いていただろうことはわかってる。本当は。 俺に対する差別なんて、どうでもよかったんだろう。散々協力してあげたのに、随分ない,いようね。世間からつまはじきにされて、助けてほしいと泣きついてきたあなたを、私たちは受け入れて、支援して、有名にしてあげた。それなのに、これからって時に、あなたは馬鹿なことをした。たとえ犯人じゃなかったとしても、疑いをかけられる事態を招いた。 利用しようとしていたなんて根拠のない言いがかりだわ。誰にそんなことを吹き込まれたのか知らないけど、これ以上今日みたいに私たちを非難するようなことをするなら、私たちも対処を考えるわ。脅しですかあら、少し顔色が変わったわね。どう受け取ろうとあなたの勝手だけど、今後どうなるかはあなた次第よ。あなたの対応によっては、もう一度手を貸さないでもない。 よく考えることね。長倉はそう言うと、通りの方に出て、タクシーを拾って消えていった。白沢さんに伝えておくか。朝日は、ポケットからスマホを取り出すと、歩きながら白沢に電話し、今あったことを話した。白沢は、さして驚いた様子もなく、淡々と話を聞くと、今日はそのまま家に帰って休んだ方がいいと言った。 確かに、今日は朝と午後と二つの番組に出演し、今日最後となった先ほどの番組で、あのコメンテーターの馬鹿だ加減に疲弊し、長倉たちにまで絡まれ、少々疲れ気味だった。朝日は通りに出て、タクシーを呼び、運転士の家の近くまで行ってもらうよう伝えると、椅子に持たれて、そのまま目を閉じた。白沢は、 殺人事件の被害者である沼田公平について調べていた。沼田は、ウィル・アンド・プログレスという IT 系の大企業の社員で、殺害される2、3日前から落ち着きがなかったらしい。いつも笑顔で、穏やかで、周りを泣ませるタイプの男だったから、周囲は心配したが、沼田は力なく、大丈夫と言って、周囲に助けを求めるようなことはしなかった。 だがその結果として、偉大となって発見された。沼田は、誰かにとって都合の悪いことを知ってしまい、その誰かに消された。そう考えるのが自然だろう。ウィルプログレスについて調べてみるか。<noise> もしもし、白沢さん、朝日君、どうした実は今日、 脅しか。ええ。どこまで本気なのかわかりませんが。連中の性質を考えたら、ただの脅しだと思わない方がいいだろうな。表面上は平和的なことを言っているが、実態は暴力的な集団だ。自分たちの主張を通すためなら、何をしてもいいと本気で思っている連中だからな。どうすればいいでしょう。そのままメディアに出ることをやめてしまえば、アサヒ君が不利になる。 やっぱり君が犯人なんじゃないかと思われることもあり得る。だから現状は十分に注意して活動を続けるしかない。わかりました。私の方でも殺人事件について調べは進めている。もう少し待ってくれ。必ず真相を突き止める。わかりました。とにかく気をつけます。もし何かあれば連絡します。 ああ。少しでも危険を感じたら、また連絡してくれ。今日はもう家か。ええ。閉じまりはしっかりしてます。そうか。ゆっくり休んでくれ。そうします。じゃあまた。電話を切ると、白沢は空になったグラスに、ウイスキーを注いだ。自分たちから切ったのに、わざをわ脅どどしに来るということは、やはりシャリテは、 沼田殺害事件に何かしらの形で関わっているのだろう。だが、ウィル・プログレスのシャリテとの組織同士のつながりはない。ということは、沼田がシャリテという組織の都合の悪いことを知ってしまったか。もしかしたら、アザヒ君が釈放されて今のような活動をすることは、殺人の罪を着せようとした連中にとって予想外だったのかもしれない。白沢の頭に、 様々な考えが渦巻いていた。断片的で、それぞれの考えはまだ形になっていないが、それぞれを調べていけば、思わぬつながりが見えてくるかもしれない。白沢は、グラスに注いだばかりのウイスキーを一気に胃袋に落とすと、再び調査を再開した。丸山徹は、イラついていた。沼田公園殺害事件について、 竹岡朝日を証拠不十分で釈放したのは仕方がないとして、問題はその後だった。上司は他の仕事で忙しいとかで、この事件の捜査に積極的ではなく、状況から言って竹岡朝日が犯人で間違いないから、さっさと証拠を集めて逮捕しろとしか言わず、丸山の話を聞こうとしない。それに加えて、丸山宛の匿名の情報提供、と言っても、 メールや電話で届いたわけではない。捜査で外出して、警察に戻ってきたとき、ジャケットのポケットに紙が入っているのに気づき、見てみると、そこには自分たちが知らない情報が書かれていた。いつの間にか手紙を入れられていたことにもいらずいたが、念のため内容を調べてみると、でたらめなものではなく、確かな情報であることがわかってくると、我山の苛立ちはさらに増した。 一体自分は何なのだ沼田殺害事件は、確かに現場の表面的な状況を見ていくと、竹岡浅木が犯人と思えるが、決定的な証拠がなかった。狂気のナイフには、竹岡浅木の指紋もついていたが、そんなものは後からつけることだってできる。竹岡が犯人の可能性も捨てきれないが、犯人は別にいるという可能性も十分にあり得る。それなのに、 上司は竹岡が犯人であることに固執し、捜査が思うように進まない中で、外部からの情報で進展を見る。二十年以上刑事をやってきて、今ほど無力感を覚えたことはなかった。もう、開き直るしかねえか。丸山は、上司には部下にも、自分が得た情報を話すつもりはなかった。おそらく情報提供者は、それを望んでいないだろうし、 そうしない方がいい理由があって、自分を選んで、ポケットに紙を忍ばせたのだ。悪いが、今日はもう帰る。何かあれば連絡してくれ。刑事部屋の椅子にかけたジャケットを取って立ち上がると、丸山は近くにいた部下に行った。え、警部補何かあったんですか体調が悪い。じゃあな。丸山は警察署を出ると、車に乗り込み、 家とは違う方向に向かってアクセルを踏み込んだ。長倉たちの降ろされた日から一週間が過ぎた。朝日はその日のテレビ番組の出演を終えるとメガネとマスクをして電車の駅に急いだ。終電までまだ少し時間があるができるだけ早く帰って寝たい。連日の出演で睡眠時間が削られかなり疲労が溜まっている。 明日も午後からネット番組に出ることになっており、今日は少しでも早く帰って寝たい。勘弁してくれ。ホームを思ったよりも混んでいた。飲んでから帰る人が多い時間帯に当たったらしく、周囲にはサラリーマンらしき人や友人同士らしい若い男女など、酔っ払いという共通点を持った連中がほとんどのようだ。やれやれ。 心の中で悪態をつく。そういえば、あれから長倉たちは接触してこないが、やはりあれはただの脅しだったのだろうか。二番線に電車が参ります。え電車到着のアナウンスが流れ、少し前に歩み出ようとした瞬間、背中に強い衝撃を受けた。先頭に立っていた朝日は、その瞬間に周囲がスローモーションに見え、 自分が線路に落ちてしまうことが、はっきりと分かった。電車はすでに、ホームに入ってきている。どん。死ぬかと思ったその瞬間、誰かが朝日の前に立ち、線路に落下するのを防いでくれた。引いていた血の気が戻り、安心感が体中を包む。心臓はまだ早く打っているが、周囲の景色は、スローモーションではなく、普通に戻っている。 あの、ありがとうござい。次は僕はいないよ。男の言葉に、朝日は再び血が引いていくのが分かった。沢渡り、沢渡り、沢渡りを出ますと、赤松町に止まります。白宮下町には止まりませんので、ご注意ください。電車が到着し、ドアが開いても、朝日は動くことができず、 後ろに並んでいた人が朝日を避けて先に乗り込んでいく。ドアが閉まります。そのアナウンスを聞いて、はっとしたように電車に乗り込むと車両の真ん中あたりに移動した。普段ならドアの近くに立つが今はそんな気分になれない。次は僕はいないよ。男が去り際に言った言葉が頭から離れない。そうだ。 おそらくあれは、朝日を線路に突き飛ばす役と、支える役、二人組の仕業なのだ。このままメディアで発言を続けるなら、次は殺す。そういうことなのだろう。そしてそれは、長倉の、いや、シャリテの仕業。あの時、テレビ局を出た時に言われたことは、ただの脅しではなかった。最初は言葉で、次は行動で警告をしてきた。 ということは、男が去り際に言ったように、本当に次はないのかもしれない。メディアには、事故死で片付けられる形で葬られる。そして真相は明らかにならないまま、忘れ去られていく。自分のしていることが間違っているとは思わないし、後悔もしていない。だが、このまま続けていいものか、自分の中に迷いが浮かんでいることも確かだった。おそらく明日以降、 メディアで話すときに、次は僕はいないよという、その言葉が頭によぎるだろう。そのとき、果たしてちゃんと話すことができるのだろうか。その出来事自体をメディアで言ってもいいが、殺されそうになったという証拠は、記憶の中にしかない。白沢に相談しようと思ったが、彼に何を言われようと、戦うことをやめる気はなかった。負けたくない。これを脅しに屈せれば、 何も変わらない。いや、ひょっとしたら、以前よりひどい人生になるかもしれない。もう、戦って勝つ以外に、道はない。大きく息を吸って吐き出す。前に座っている女性が、この人何してるのと言った目で見てきたが、そんなことは気にならなかった。戦って、そして勝つ。何度も頭の中で繰り返すも、 徐々に言葉の力が弱くなっていくのがわかる。体が震える。たまらなくなり、朝日は電車を降りた。突然のインターホンに、白沢は一瞬驚いた。時刻は23時50分。誰かが来る予定はない。何かの勧誘にしては、さすがにこの時間はおかしい。 ソファーから立ち上がり、インターホンのモニターを見ると、朝日が立っているのが見えた。朝日君。急いで玄関に行き、ドアを開けると、朝日が立っていた。その顔は、少し憔悴しているように見える。どうしたんだいや、とりあえず入れ。白沢は朝日に、リビングにソファーに座るように言い、温かいコーヒーを入れると、朝日の前に置いた。 それで、どうしたんだ白沢は朝日の表情に違和感を覚えた。最初に会ったあのひったくりの時も、殺人の容疑者として捕まり、釈放された時も、精神的に追い詰められているのは分かったが、心の真の部分から強いエネルギーを発しているように感じた。それは、この状況に負けないという強い意志と言ってもいい。それが今、 目の前にいる朝日は心が折れかかっているように見える。目の焦点が一箇所にとどまらず呼吸も浅い。首を下げ、腕は身を守るように腹のあたりで組んでいる。さっき、殺されそうになりました。予想外の言葉に白沢心臓がズキンとした。一体何があったんださっき、 電車に乗るときに。明日以降の出演はあります。明日も、一件ネット番組に。この件も、番組で行った方がいいんでしょうかいや、やめた方がいいだろう。君の証言以外に証明するものがない。そうなると、君が嘘をついていると考える人間も出てくる。でも、 本当に次は。今日から出かけるときはタクシーを使い、費用はこっちで持つ。そうすれば、危険は一つ回避できる。タクシーも、うちが契約しているところを使えば安心だ。わかりました。ひつうちはい、もしもし。竹岡朝日くんだね。どちら様ですか メッセージは受け取ってもらえたかな思い出してくれたみたいだね。ただの脅しではないことは理解してくれたと思う。あんた、何なんだよ。なんでそこまで。そんなことはどうでもいい。とにかく、君はこれ以上未来の露出を控えることだ。明日もネット番組に出る予定になっているね。当日にキャンセルするのは さすがに気が引けるだろうから、こちらも情報しよう。情報って出演を取りやめろとは言わない。その代わり、明日の番組では、殺人事件について、これまで話してきたことは、自分の勘違いだったと言うんだ。そんなことできるわけは、できるわけがない。君は、記憶がないと言うじゃないか。事件当日の、 犯人は別にいるということは勘違いかもしれないという可能性もあるだろう。違う。そんなことはありえない。うん。ではそうだな。普通に話しても構わない。その代わり、疲れたから出演はこれで最後にすると、そう言うんだ。冗談じゃない。俺は、情報はそこまでだ。もしそれをしなければ、ことは次のフェーズに進む。 それが単なる脅しではないことは君にも分かっているだろう。君の賢明な判断に期待する。明日が楽しみだ。な、おいプー、プー、プー,プー,プーという音がして、朝日は力なく右腕を落とした。朝日君、どうした腕が小刻みに震えるアサを見て、白沢が言った。相手の男が誰かは分かりません。 ただ、明日のネット番組で、これまで話してきたことは勘違いだったというか、もう番組に出ないと、そういうか、どちらかにしろと。そうしないと、次のフェーズに移ると。くそ。どうすれば。明日の出演自体を、一度やめて様子を見るのも手かもしれないな。今日の話を聞く限りでは、相手は本気だし。 自分にとって障害になるものは、殺すという選択肢を排除しないどころか、積極的に活用するような相手だからな。いや、俺、出ます。朝日くん。白沢さん、危機的な状況は、その状況を利用することもできるって、そう言ったでしょ。俺は、この状況を利用します。俺が明日、普通に出演すれば、 連中は本気で俺を消しに来る。その時、その実行犯を抑え込めれば、殺人の証拠を抑えられる。本気か。怖いですよ。すごく。でも、このまま屈するなんてしたくない。もう、境遇や状況に振り回される人生は嫌なんです。わかった。ただ気をつけろ。明日の出演が終わったら、 まず連絡をくれ。わかりました。白沢は、朝日の態度に少々驚いていた。だが、朝日が覚悟を持っているなら、自分も引くつもりはなかった。犯人の目星はついている。あとは証拠。そして、もう時間はない。朝日と同じように、白沢も覚悟を決めた。犯人と思われる人物と、 退峙する覚悟。本日はありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。ネット番組の出演が終わると、朝日は司会者にお礼を言って、スタジオを出た。周囲を確認しながら、慎重に歩く。こんな人通りのある道端で、何かしてくるとは思えないし、やりようもないと思ったが、 用心に越したことはない。電話の音に、思わずビクッとした。鼓動が一気に速くなる。もしもし。警告は聞き入れてもらえなかったようだね。まあわかっていたよ。だから言った通り、次のフェーズに移らせてもらった。どういう意味だ次のフェーズが何かは、私は一言も言っていない。 君自身に危害を加えるともね。な、何をするつもりなんだ明日の朝12時までに、これまでの君の発言を撤回する放送をするんだ。そうすれば誰も傷つかない。君が大事に思っている、サコダ・ナオミもね。お、おい、なんでナオミを、彼女は関係ないだろうそれは君ではなく、 私が決めることだよ。頼む。明日は番組に出演する予定はない。そんなこと無理だ。なら、仕方がないね。な、おい、もしもし。くそ。ふざけるな。お前一体何をどうしたんだ、アザヒ君。白沢さん。何があった 今、昨日の男から電話があって、明日の12時までに、これまでの発言を撤回しなければ、ナオミを、傷つけるって。ナオミサコとナオミという君の恋人か恋人ではないですけど、俺みたいな人間をずっと信じてくれた、たった一人の女性です。アザヒ君。 ならこちらも、連中の予想を超える動きをしよう。予想を超えるって、どうやって犯人に会いに行くのさ。二人は、白沢の車に乗り込むと、その男の会社、ウィランドプログレスに向かった。誰なんですか犯人って。それに、これからいきなり行って、会えるんですか 会えるさ。会わないと言えば、事件の真相が分からなくても、奴は困ることになる。それを言えば、奴は必ず交渉しようとする。神岡隆二という男は、そういう男だ。神岡隆二神岡は、ウィルプログレスの専務だ。ウィルプログレスって、誰でも知ってるような大企業じゃないですか。そうだ。 そこの専務である紙を買った男は、沼田を殺して、俺に罪をなすりつけたって言うんですかウェルプロは、会社としては中国との関係が深い。あの国は経済成長が下降していて、今後も上がることはないのに、未だに関係が深い。今の社長の前の社長、池上が、会社をそういう方向に向かわせたからだ。 池上は去年突然死んだが、中国側の意向に従わなかったからだって噂もある。まあ、そこは何とも言えないけどな。ただ、ハニートラップに引っかかっていたっていうのは、間違いないだろう。池上が死んだ後、公認には副社長だった柿谷が就任した。柿谷は、以前から会社の中国依存に異議を唱えていた。にもかかわらず副社長まではれたのは、 それだけの実力があったことと、根回しが上手かったからだと言われている。自分を追い落とせないように、周囲を固めていたらしい。どこに対して何をやったのかまでは分からないけどな。社長になった柿谷は、中国依存から会社を脱却させるために、取引を徐々に別の国に変えていき、アメリカとの関係も強化する方向に動いた。と言ってる間に、ウィルプロに着いたな。 ナオミも、ここに。それはわからないが、神岡なら知っているはずだ。失礼、ちょっと一本電話をする。よし、行こう。白沢と朝日は、車を降りると、ウィールプロのビルに向かった。すべての蹴りをつけるために。確認しましたが、お会いする時間はないと。受付の女性に、 神岡との面会を申し入れると、あっさりと断られたが、白沢は気にすることもなく、もう一度電話してくれと頼んだ。よくすの友だと、言ってくれますか。白沢の言葉に、受付の女性は少し戸惑ったような顔をした。この人は何を言っているんだろう。言葉に出さずとも、それが顔に出ている。いえ、申し訳ございません。 あの、それで。えよろしいのですかかしこまりました。ではお通しします。OK かな。はい。こちらの入管書を首から下げてください。神岡の部屋までご案内いたします。受付の女性に続いてエレベーターに乗り、二人は神岡が待つ部屋に向かった。エレベーターのドアが開くと、 分厚い絨毯がある廊下を通り、重そうな扉で仕切られた部屋の前に着いた。どうぞ、お入りください。受付の女性がドアを内側に押し、二人は中に入った。中に入ると、まずは秘書室があり、その奥のドアを開けて入ると、神岡の部屋があった。二十畳ほどの部屋には、高そうな絵画がかけられ、本棚には大量の本があり、 アンティークの、これまた高級さな木の机の後ろに、黒い革の椅子が置かれている。典型的な、力を誇示した役員の部屋と言っていい。君は誰だよくその友と言うから知った顔かと思ったが、君のような人間は見たことがない。それに、もう一人は今話題の殺人犯の息子に知って、殺人事件の容疑者、 竹岡さんじゃないか。いかにも紳士、といった雰囲気とは裏腹に、ねっとりとした、聞いていると体を消毒したくなるような、不快な言い方で神岡は言った。アザヒ君のことは知っているようだから、私の自己紹介をしておこう。私は白沢。クリオシタスという会社の経営者だ。よくすの友については私は会員ではない。ただ、 以前そっちの一員だったんでね。知ってるんだよ。あんたのことも。ほう。で、私に一体何の用かないや何、何あなたについて悪い噂を聞いてね。神岡専務。そしてそれは、私の友人を殺人犯扱いするものだということが分かった。それを放っておくことはできないだろう。うん。 簡単に言うと、私は何かしらの理由があって、君の隣にいる死刑囚の息子に殺人の罪を着せたと。そういうことになりますね。なるほど。それで、私についての悪い噂というのは、あなたが某国のスパイとして働いていて、企業の機密情報を某国に流しているという噂ですよ。何のことだかわからないね。 もし本当にそんなことをしている人間がうちの会社にいるなら、警察に突き出す必要がありますな。ええ。私もそう思いますよ。で、白沢さんはそれが私だというわけだね。そうなりますね。私は、それがあなただと確信しています。面白いね。君が脳内で一生懸命考えた妄想を聞いてあげよう。心が広いですね、神岡さん。 妄想だと言いながら話を聞いてくれるとは。当然だろう。私はウィルプロイレスの専務だ。他ーでも話を聞くくらいの心の広さは持っているさ。私が調べたところでは、御社では以前から社内の機密情報が外部に持ち出されているのではないかという話が出ていた。それは、ごく一部の上層部の中だけで話し合われており、当然、 その話し合いのメンバーの中には、上岡さん、あなたもいた。だが、どうしても誰がやっているのかわからなかった。そこで一人の役員が、自分が信頼している社員に、他の役員にすら伝えずに、密かに調査を命じた。おそらく、その役員は社長から命じられていたんだろう。その命じられた社員が、沼田康平だ。沼田さんは、社交力が高く、 社内でも顔が広い。一見すると少し軽い印象を受けるが、その実、とても堅実な仕事をし、口も固い。調査を命じられた沼田さんは、驚き、悩んだがそれを受けた。そして、自分のネットワークを駆使して、情報を外部に流している人物にたどり着いた。それが上岡さん、あなただった。沼田さんは衝撃を受けた。まさか、 幹部が亡国のスパイとして働いているとは思わなかったから。だが、調査を命じた役員に、それを知らせる前に、沼田さんは遺体で発見された。公園で、何者かに刃物で刺されてね。それを私がやったとそこにいる竹岡朝日君ではなく、俺はやってない。犯罪者はみんなそう言うんだよ。神岡さん。 あなた自身は沼田を殺してはいないんだろう。実行したのはシャリテのメンバーか関係者だ。先日、朝日君を殺そうとしたような連中が沼田を殺した。沼田の動向を見ていたあなたは焦り、早々に始末しなければと考えた。だが、普通に殺害しては外部の人間はともかく沼田に調査を依頼して役員に疑われる可能性がある。そこで、 ちょうどシャリテが、生理利用のために担い上げていた朝日君が、殺人犯の息子ということに目をつけ、彼をスケープコードにすることを思いついた。そして、シャリテの中の息のかかった人間に依頼し、殺人を実行させた。面白い妄想だが、私はその、シャリテとは何の関係もない。しかも殺人を依頼するなど。あなたとシャリテが関係している証拠は、 掴んでいる。ほう。仮にそうだとしても、私が殺人を依頼し、沼田を始末させた証拠はあるのかね。あらゆる状況を考えれば、あなたで間違いないと思っている。警察はすでに調べ始めているはずだから、時間の問題だろう。あんたは焦ってるんだろう。朝日君に凶悪の電話をしたのも、サコタナオを拉致したのも、恐れているからだ。 池上社長の時は、あんたもこの世の春を謳歌していたが、柿谷社長になってから、逆にあんたは目をつけられている。あんたが亡国との関係構築に、未だに人一倍熱心だからだ。バカバカしい。それに警察だと。警察が私を疑うことなどありえんよ。何の証拠もないのだからね。疑うことなどありえないと言い切れるのは、 警察関係者にも知り合いがいるからだろう。いや、私が犯人ではないからだ。ちょっと、困ります。突然の大声に、部屋にいた全員が入り口の方を見た。秘書の女性が騒いでいるらしい。<noise> んなんだ君は篠山警察署、捜査一課の警視、丸山だ。 警察すみません。止めたんですけど。ああ、かまわん。で、警察が何の用かなまる、何だったかなまあどうでもいいが、こんなことをして、後でどうなるかわかっているのかな脅しか。どうやらそれがあんたの上等手段のようだな。なんだとそれで通ってしまうから頭を使わなくなる。 哀れな男だ。何が言いたいのだ、君は。神岡、お前がシャリテという団体を使って、沼田公平を殺させたことは、もうはっきりしてるんだよ。そして、それをそこに言う、竹岡朝日がやったことにしようとしたこともね。さすがに顔色が変わったな。神岡、お前が沼田殺害を命じたことは、シャリテのメンバーである、 長倉という女が白状した。お前に嫁を逃げられて、それを理由に体を求められたこともあり、今度は殺人を命じられたとね。まあ実際に殺人を実行したのは、長倉と行動を共にすることが多い。江波という男だったが、あんたが指示したことに変わりはない。さらに、これは非常に不愉快なことだが、俺の上司が、お前と問題のある関係であることが判明している。 これから、ちょっとした騒動になるだろう。大企業の専務であるあんたが、中国に機密情報を流していて、多額のキックバックを受けていて、殺人を指示し、警察の上層部ともズブズブの関係で、捜査妨害をしていたってことが、全国に流れるわけだからね。ふっ、ふっふっふ。何がおかしい勝ち起こったように言っているが、私にはね、 人質がいるんだよ。竹岡朝日の恋人である坂田直美さ。彼女がシャリティに連絡してきたのを利用して、彼女を拉致し、今は私しか知らない場所にいる。手を引かなければ女を殺す。もし私が捕まっても、君らに傷を残すことはできる。深い深い傷をね。丸山刑事、あんただって上司に相談もせずに独断で動いて、 もし人質を死なせたりすれば、転勤どころか、刑事として職を失うことにもなるぞ。分かったらおとなしく、無駄だよ、神岡さん。あ迫田直美はすでに救出した。長倉に聞いたらあっさり吐いたよ。監禁場所をね。そんな、バカな。 長倉が私を裏切ることなどありえん。それがありえたんだよ。現実を受け入れろ。お前にはもう切り札もない。言い逃れもできない。俺の上司に言ってももう遅い。絶対絶命だな。神岡専務。違う。私じゃない。私は犯人じゃない。犯罪者はみんな、自分はやっていないというものだ。よし、連行しろ。 神岡が手錠にかけられて変更されると、丸山朝日の方に向き直った。竹岡さん、すまなかった。だが、私の立場も理解してほしい。実際、あの状況では。もういいです。こうして、真相にたどり着いてくれたんですから。白沢さん、あの手紙はあなただったんだな。さっきの電話といい。 驚いたがまあ、おかげで真犯人を捕まえることができた。ことなかれ主義の連中より、正義感が強く、本当に事件を解決したいと思っている、あなたのような人にしか、お願いはできないと思ってね。なるほど。ずいぶん私を評価してくれているようで、それはありがたいが、私はこの件で上司に立てついたと言っていい。 正義は実行したと胸は張れるが、警察内部もまあ、そう単純じゃない。下手をすれば首か、飛ばされるか。まあ、それでもいいか。せきしていたものは一気に発散できたみたいで、最高にいい気分だ。もし、首になるようなことがあったら、うちの会社に来てください。歓迎しますよ。ほう。それは心強いね。 この事件は、丸山が予想した以上に大きく報道され、その衝撃は、今年のトップニュースになることは間違いないと思えるほどのもので、その後しばらく、ニュースはこの事件一色に染まることになる。事件の真相は、ほとんど白沢の予想した通りだった。神岡は、中国に機密情報を流し、多額のキックバックを受け取っており、池上が社長だった頃は、自由にできていたが、 書き谷に変わってから、どんどんやりづらくなり、だが中国からは、情報を持ってくるよう催促され、さらには、自身の不正を沼田に気づかれ、シャリテを利用して沼田を殺害。ちょうどシャリテが売り出し中だった、アサをスケープゴードにすることを思いつき、警察の捜査がやり直しにならないように、釈放されることも織り込み済みで、アサに罪を着せて、罪の意識に耐えきれず自殺、 実際は自殺に見せかけた殺人というシナリオを考えていた。だが、白沢の助けを借りて戦い始めた朝日に焦り、事件を細かく調べられれば自分のところにも捜査の手が伸びることを恐れ、早々に朝日を消すために強行手段に出た。そこで、まず朝日を脅し、辞めさせた後で、当主のシナリオに戻そうとしたが、それでも朝日は止まらなかったため、ナオミを拉致したのだった。 丸山は、自身は移動させられなかったどころか、警部に昇進。代わりに丸山の上司が、地方の警察署に、広角付きで飛ばされた。神岡に騙されていたこととはいえ、衝動買収に手を染めており、それをネタに脅され、捜査妨害をしていたのだから、首にならなかっただけ感謝すべきと言えるだろう。ナオミも、救出後しばらくは、ショックと恐怖から、外に出られない状態だったが、 一週間後には立ち直り、今ではすっかり、元の生活に戻っている。こうして、朝日は自身の汚名を晴らし、さらに大きな知名度を得た。事件から一ヶ月後。仕事も決まったんだな。朝日と直美は、土曜日の午後に、白沢の家に招待されて、昼食を共にしていた。ええ。 社長さんとも直接話ができたんですが、事件のことを全部知った上で、うちで働いてくれと言ってくれて、今度こそ仕事を続けられそうです。そうか。頑張れよ。まあ君なら大丈夫だろう。いや、君な,なら、と言うべきかな。まあ、そうですね。白沢さん、本当にありがとうございました。 あなたがいなかったら、俺はきっと、君自身が戦って勝ち取ったことだよ。私は、それに少し手を貸しただけだ。手を差し伸べても、掴もうとしない人間は助けられない。君は私の手を掴み、自分の足で歩くことを選択した。だから今があるんだ。自信を持て。はい。人は平等ではない。 生まれた時からハンデを背負っている人もいるし、ある日突然、自分のせいではないことで、偏見や誹謗中傷にさらされることもある。それはとても厳しく、時に、生きる希望すら奪うこともある。その結果、自ら命を絶つことを選ぶ人もいる。だが、道はある。どんな時でも。理不尽な現実は、この世にはたくさんあるけど、それに負けてはいけない。 そんなものに負けてやる必要はない。自分の運命は自分で決めるもの。境遇や現実を嘆くより、できることをすればいいのだ。どんな小さな一歩でも、一歩には変わりはない。ナオミ、今度の週末、海でも行かない。うん。アだヒは、ようやく心の底から、楽しいと思える日常を手に入れた。 これからも、偏見や不尽な現実はあるだろうが、負けはしない。犯罪者の、殺人犯の息子であることに変わりはない。だが、それでも人生は作っていける。いつでも、自分次第で。